時刻は1時になりました。日本放送東島えりです。中川家ザラジオショーの時間ですが、まずは台風7号に関する情報をまとめてお伝えします。日本気象協会の伊藤さん、お願いします。はい、それではお伝えします。台風7号は正午現在、八丈島の北東の海上を北に向かって進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルで非常に強い勢力となっています。関東地方には台風を取り巻く雨雲が断続的にかかって強い雨の降っているところがあります。また関東の沿岸部で北または北東の風が強まり始めています。台風は北上を続け、この後夜にかけて暴風域を伴い非常に強い勢力で房総半島のすぐ東の海上を進むでしょう。関東地方は夜にかけて風や雨の強さのピークとなりそうです。予想される最大風速は陸上で30メートル、海上は40メートルです。台風に近い特に千葉県や茨城県を中心に街路樹が倒れたり看板が飛ばされるような暴風の吹くところがあるでしょう。できる限り外出は控えるようにしてください。また屋内で過ごす場合も飛ばされてきたものによる窓ガラスが割れる可能性を想定して窓から離れたところに身を寄せるようにしてください。またすでに停電が発生しているところがあります。この後さらに強まる風や落雷で停電のエリアが広がる可能性もあります。電池や懐中電灯、電池で動くラジオの準備、停電が発生しますと室内の気温や湿度が急上昇して熱中症のリスクが高まりますので、冷やしたペットボトル入りの水や冷却グッズなどを用意しておくと良いでしょう。また交通機関がさらに大きく乱れる恐れがありますので、気象情報と合わせて交通に関する情報も十分確認するようにしてください。そして雨は明日のお昼にまでの24時間に予想される量ですが、多いところで250ミリとなっています。主に千葉県や茨城県、大雨となりそうです。また関東地方には線状降水帯に関する情報が出ています。今夜にかけて線状降水帯発生する可能性があり、実際に発生した場合は局地的に雨量が増える恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。この後も最新の気象情報や避難に関する情報に十分留意をしてください。以上です。停電などへの備えも合わせて日本気象協会の伊藤さんに伺いました。ありがとうございました。この台風7号、交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から終日、東京駅と名古屋駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本は東北、上越、山形の各新幹線で午前11時頃から合わせて20本を運休しています。関東の在来線は総武本線、成田線、内房線、外房線、久留里線、東金線、鹿島線で運転を見合わせています。また JR 京葉線は午後5時以降、本数を大幅に減らして運転するということです。一方、東京メトロによりますと、東西線は東陽町駅と西船橋駅の間で運転を見合わせています。そしてこちらは新しい情報ですが、 JR 東日本によりますと、 JR 中央総武各駅停車は三鷹駅での車両点検の影響で、現在三鷹駅と千葉駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていませんので、ご利用の方はこちらも合わせてご注意ください。続いて空の便です。日本航空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて319便が欠航しているほか、全日空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて335便が欠航しています。東京湾フェリーは今日すべての便を欠航します。この台風接近に伴いまして、千葉県浦安市にある東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの閉園時間が午後9時から午後3時に前倒しされることになりました。改めてこの時間の警報をお伝えしておきましょう。東京23区西部には大雨洪水暴風波浪警報、23区東部には大雨暴風波浪警報、
多摩北部には大雨洪水警報、多摩西部と南部には大雨警報が出されています。このほか大雨暴風波浪警報が伊豆諸島と神奈川県横浜川崎地域、加えて千葉県や茨城県のほぼ全域に出されています。この後も新しい情報が入り次第お伝えします。気をつけてお過ごしください。台風7号に関する情報でした。 FM 93.0 AM 1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、どうも中川家のレイジでございます。強しです。今週も始まりました中川家 The Radio Show、 今から3時30分までの生放送でございます。台風お気をつけください、はい、ということで大変ですね、うん、この後仕事あるんですけども、はい、ね、台風で、うん、ね、仕事が行けないかもしれないということで、ね、群馬県の藤岡、そうですね、あ、ですかね、うん、夕方ぐらいには、結果が出る、分かるし、ということみたいですね。新幹線も止まったりしてますからね。そう。大変ですけども、いろいろありまして。地震があったりとか、もういろいろね、ありましたね。うん、ね。先週は大阪からね、ラジオショーの方を送らせていただきましたけどね。はい、生放送で。あの後みんなでお好み焼き食べに行きましたけどね。行きました、大阪。その大阪の NGK の前から撮ってたんですけど、はい、なんかやっぱりこう、聞きつけてくる人おるんですね。ほんで、東島さんと外出たら、うん、写真撮ってください、言って。東島さんも大阪で、エリリンって言われてました。うんうん、あらま。そんな。エリリン、お兄ちゃん写真撮って。で、写真撮ったんですけど、うんうん、はいはい、にっこりにっこり、笑わへんな、お兄ちゃんはって言われて。怒られましたよ。さすが大阪やね。有楽町。ほんま笑わへんな。笑顔カシャって撮ってましたけどね。有楽町って絶対ない光景やもんね。大阪やからね、こんなことあったんやけどね。怒られましたよ、もう笑顔が苦手なんでね、僕は。まあ、ね、自然に笑い言われてもね、難しいですよね。無理やり笑ってもね、なんかわざとらしくなるしね。そうやね、顔引きつぶしね。だから僕はムーで撮ってるんです、いつもね、顔は。なるほど、あえて作らない。何も。そうですね。まあ、メガネはパッと外しますけどね。なるほど。外すんや、ちゃんと。外します、ちゃんとね。めんどくさいですけど。いや、さっきも文田選手でしたっけ、オリンピックの、レスリングの。はい。金メダリストの。さっき日本放送。あ、いてたんですか？いてたんで、私、写真を撮っていた。うぜやどこにおった？いや、そこ、エレベーターの前のところね。あ、そうなんや。うん、あ、ほんなもう帰るとこやったかな？多分せえと思うね。笑顔やった？向こう笑顔やった。あ、そう。で、こっちはどうしていいか分からんから、多分顔引きつつやったと思う。オリンピックのメダル、金メダル。え？オリンピックの？レスリングで。レスリングの。ああ、文田選手。うん。東京 FM の方も出てたんちゃうかな。あ、そうね。ほな、もう。昨日か。あ、各局、忙しいね、今。偉いね。偉いわ。金メダル持って危ないよ、あんな。落としたり、なくしたりしたら。ちっちゃい巾着に入れてあった。あ、金着、うわ、可愛らしい。可愛い。黄色い巾着に入れてあったけどね、ちょっと前までフランスに行って金メダル取った人が、そう。この日本放送に。もうそう。で、今、プロントでお茶してんのかな？してへんやろ。プロントはいかへんのちゃうかな。してへんやろっていう。失礼や、プロントに。失礼や、今、思た言いながら。いかへんやろっていうのもおかしいけどね。そうなんですよ。そう。で、まあ、我々の単独イベントも終わりましたね。はいはい、終わりました。ありがとうございました。大阪、東京、大阪と、はい、大変でしたけども。大変でしたね。大変ですね。なんか。でもやっぱ、東京と大阪ってやっぱ微妙に違うんですよね、うん、大阪。ああ、雰囲気。雰囲気かな。なんかちょっと違うような気。まあ、T シャツはまあ、全く売れへんかったみたいです。着たくないわ。俺も自分で着たくないもん。そうやね。着たこと、一回も袖を通したことないね、俺もね。なんかかっこよくないよね。なんか。ああいう時俺らがエンディングでもこう着ていって出ていきゃ、多分。矢沢永吉さん方式ですか？方式で。行ったらもうちょっと、売れてたかもしれん。いやー、どうでしょうね。まあ、ザコシには悪いですけどね。そうそう、ザコシショーデザインなんでね。いつもね、そう、我々の顔描いていただいてね、ほんまに。なんかね、もうちょっと早くできませんかね、イベントもね。7時半とかやと、遅いっしょ。これ NGK 帰ってる人おったよ。
あ、もうな、時間。もう9時半過ぎぐらいになるから。電車ない人とかおるからね。そうね、遠いとこから来てる人とかね。なんか九州から来ました、今日は、とかね。ああ、やっぱりね、ありがたいな。イベント終わった後ね、うん、外へ出たら、うんうん、北海道から来ましたとかね。だから来年は北海道でやってください、とか、そうですね、うん、そうですよね、って言いながら。うん。どうすんやりませんけど。やれそうなんですよね。飛行機が嫌いでね。飛行機？飛行機が僕大嫌いなんですよ。なんで移動？しんどいね、飛行機。移動も早いし、ね、飛行機を好むし。シート倒すな、倒す、まあまあまあ、倒すなとか、なんかシート直せとか、シートベルト5回ぐらい言うやん。シートベルトつけましたか、つけましたかって。確認をね、するわな。うるさいね、いちいちもう。でも絶対遅れるし。そう、まあ定時はね、定時絶対定時ないやん。まあ確かにないわな。うん、でイヤホンで落語聞いてんのに、うん、アナウンス入って途中で切れたりとかもうっとうしいね。あれみんな思ってるやろね、もうせっかく聞いてんのに言うね。新幹線が限界ですわ。新幹線もね、うん、最近タバコ吸われんからイライラしますけど。ああそうね、喫煙ルームが楽はね、まだ慣れへんね、やっぱりね。まだ慣れへんな。あれはね、ほんまにどうにかならんかな。移動ってめんどくさいですよね。うん、だからまあ東京大阪だけでやってますけど、ね、今度名古屋は入れてみるとかね、東名阪。いや一回やったよ名古屋。名古屋でやったり、今度次名古屋入れましょうよ、間に。名古屋？名古屋。いやもう、まあ、荷物も東京名古屋大阪ってほら荷物運搬の人も運びやすいやんか。いや、まあまあ、せやけど、それ、名古屋を間に入れてね、いや、名古屋でやった時も、ああ、って言ってたん覚えてるよ。言ってました。言ってましたね。いや、僕、計4回やりましたけどね、はい、もう1回目でピークなんですよ、我々。ですね。で、同じこと次の日できへんのね。はい、まあ、それはあります。やっぱほんでバレてましたよね、スタッフには。うん。なんか、気抜けてましたね、うん、みたいな。集中力は、特に。だから、うん、ミュージシャンとか、お芝居の人とかは偉いなと思うんですよ。いや、そう、あれ持続できるっていうのがね。同じこと20回ぐらいやるでしょ？お芝居の人なんて。やってる。うん、同じ衣装着て。衣装着て、そうそう。うん、メイクもして。同じ間で。信じられへん。いや、僕には。いや、確かに。だからマップロって言われんねやろけどね。それがマップロなんですけど、我々はマップロじゃないですか、うん。ないんですね。ほんまに思いましたわ。もう、同じことできません。もう、最終日も僕はもうネタを何回も飛ばすと、ね。飛ばして、もう、うん、飛ばしたん気づいたけど、別に俺も直す気もなくて。うん、めんどくさい、もうええわ。と思いながら、はい。せめて早くやね、時間は。時間は早くしてほしいな。だいたい5時ぐらいから始まるといいよね。いいですね。みんなも。だいたい7時ぐらいに終わって、7時半ぐらいから打ち上げして、うん、8時半、9時で、帰宅みたいな感じがちょうどいいと思うねんね。見に来る人もその方がええやろね。遅いとね、いろいろほら、夜ご飯とか店開いてない場合もあるから。大変よ。イベントってでも大変ですね、本当にね。ほんまね。いや、まあ、毎年やってますけどね。でも、ライブビューイングっていう試みをね、して。今回ね。はい。まあ、それで全国に、行き届いたことは行き届いたんですけどね。まあ、それで良かったんじゃないでしょうか。そうそう、だから、いっぱいね、見に行きましたよっていう声もいっぱいありましたから。X。はい。この方は、もちこさん。はい。T シャツ売れなかったんだ。袖に中開けて刺繍が入ってるだけの胸ポケット付きプレ、シンプル白 T シャツが欲しいです。ほら。シンプルにしてよかったんや。中が開けて前面に出すとほら、うん、電車とか乗ってたら恥ずかしいやんか。確かにな、確かにそれは思う。何やねん、あいつ、うん。ミュージシャンとかやったらかっこええやん。まあ、そう、まあそうね。確かにね。かっこええわな。お笑いのコンビのね。なんか良くないと思うわ。でも靴下は売れたんでしょ？見えへんからやん。そこか。そう。見えへんから、俺。この方はメール、アムロちゃん。来年の中明けラジオショーはアクリルスタンドをぜひ出してください。はい、今年の靴下超可愛かったですよ、うん。在庫に負けずに頑張ってください。アクスタね。アクリルスタンド。スタンドね。はい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 。それ飾れるしね。うん、ま。で、アクリルスタンド持って、いろんなとこ行って、写真撮ったりとかね。してる人、今、インスタで多いですから。そうか。この方、ファルコン・アンダギーさん、うん。来年は東京、大阪、長崎の3カ所でやってみたらいかがでしょうか。うん、長崎。東島さんのね、出身ですけど、はい、遠いですよ。
空港降り、空港降りて。はい。で、車で1時間ぐらいですね、市内。長崎の海館どっか借りるとしても。海館借りるとしても、そっから。で、打ち上げがどっか30分ぐらいかけて。うん、そうやね。まあ絶対4、5分で行かねな。泊まりになります、言うて。なりますね。で、長崎で泊まって。泊まって。次の日なんもないです。うん。だ次の日、昼前ぐらいに起きて、うだうだしながら一人で寂しく空港行って、空港行って、長崎から羽田帰ってきてっていう形になって。ってね、で、その、また長崎から昼過ぎのやつやろ、どうせ便が。はいはい。ほんなら来る、機材が、飛行機が遅れておりますので。もう、じゃあやめときます。でも逆に、逆にって何の逆かわかんないですけど、うん、47都道府県回るっていうのどうやろう。全部。全部。全部ほんだらもう、ほら、うん、隣から隣、うん、その、まあまあ、下ってほら、地図上で言えば、はい。それこそ、楽なんちゃう？車がいるわな。車で移動とかでええんちゃう？大きい、マイクロバス借りて。大型二種免許誰か持ってる？俺、ほんだら取るわ、大型二種。ちっちゃいのちっちゃいの簡単あるもん。いやいや、丸ってまうんや。大型2種取って、みんな全員スタッフ乗せて。うん、ほんだもうアメリカのミュージシャンみたいな、ほら、昔の。まあ、でもどうなんだよ。バスで。あ、バスで。アメリカ大陸回るやんか。まあ、そんな感じで。どうでしょう。いや、もう。北海道から。北海道、青森。いや、な、行けて、でも。2カ所。秋田、山形。秋田、岩手。ね。そうそうそう、宮城。と順番に下に降りてくんねん。でも、もう何年かかるよ。何年もかかるんやろ、別に。かかるで？どうすんの？ラジオショーとか。だから、ラジオショーでバスで帰ってきて、で、ラジオショー出て、ほんで、またバスで、また。だからもうバス生活よ。全国回るんやろ、どうやろうな、一箇所一箇所。いや、やるんやったらそれぐらいっていうことや、ね。やるんやったらな。どうせやるんやったら。うん、どうせやるんやったらね。うん。変にしようとしばっかり回ったってめんどくさいし。余計しんどいから。僕らはね。で、一個一個ポツン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 上から順番にぐるーっと沖縄まで。沖縄も沖縄も。まあ、それ入れなかった。沖縄はさすがに飛行機でちょっとシュンと飛んで。はいはい。どうでしょうかね。最後大阪で締めるってみたいな。うわぁ。47。47都道府県。47かけるギャラ。うんもうそんな計算、やらしい計算。箱にもよるやん、箱にも。で予算かけたらあかんで、そうなると。いや、箱でも大体予算わかるやん。大体これぐらいペイできるな、みたいな。ただその、やっぱり道具とかね。そういうセットとか。移動費やろ？でも数こなしてるから、その分、ペイできる。ペイできると思うから。いやぁ。原型ないやろな。えらい金額なるで。いやいや、そのまま並びやるけどな。うん、みんな移動で。いや、確かに、そら、ねえ、うん。どうでしょうね、全国回るっていうのは。いや、途中で、途中でそんなん言うけど、途中で帰るやろ、絶対。途中で帰るかな。打ち上げもせえってんか、今回。埼玉とかなったら帰るもんな、家に。いや、そらさ、帰れるもんだって。帰るやったら帰るやろ。しんどいやな。バスどうすんねんって話やろ。ほら。だから、ミュージシャンとかも、同じ歌を。そうです。歌って全国で、うん、まあ、順番は変えたりとかするやろうけど、うん、その日のノリで、ね、ないんかな途中で、うん、とかもうええんちゃうとかないんやろかいや俺は体力が俺すごいと思うねそういう全国回りでやっぱああいう周りのスタッフねやっぱああいう舞台のスタッフって もっと多いで俺らよりそりゃそう多いと思うもう立て込みから舞台作ってあのでっかいトラックで機材運ぶんでしょ、うん、そう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 音声チェックとか言うて昼間ぐらいから入って夕方からやるのにわかこわかこわかこドクドンチカドンドンチクドンとかやるんでしょわわわわわわ言ってねすごいねいや確かにすごいわこの方ラジオネームトッシーさん、はい、ライブのグッズですがサンドイッチマンさんはエンディングで一通り紹介した後に伊達さんが、うん、皆さん何か一つグッズ買わないと帰れないシステムになってますからねと言って毎回爆笑してますなるほどあとサンドさんの現場のスタッフさんは全員ツアー T シャツ着て対応してるので、はい、中脇さんもスタッフ着用指示されるといいのでしょう良いのではないでしょうかそういうねライブの開演16時頃だとありがたいです、うん、ほらあやっぱりそうや、うん、16時頃が時間もそうやしでそのその後のご飯うんね。とかね、いいんじゃないですか。遅すぎるとね、ちょっと。そう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 。でも最後ね、グッズ売りのコーナーやね。だからまあ言うたら。グッズ売りのコーナーってやんの。いや、なんか。俺らなんか、押し売りみたいで嫌やわ。そう。
なるべく触れんとこうとしてたからね、僕は。嫌いやねん、そういうの、うん。なんか物を売るとか、すごいなんか。ね、せっかくもうチケット買うてくれてるだけでもありがたいのに。そこでまだ金を使わすかっていうね。なんか俺、心が引けんのよね、ああいうの。まあ、あんまり向いてないのよね。だから商売とか下手やろな、俺。あ、そうやな。まああかんな。なんかそういう計算、こう、原価とかを見つめて、はいはい、なんかこう、悲しくなってしまうよね。もう儲けようとしてるのが嫌やな、なんか。それを見られてるというか、それが嫌ないの、見えてしまう。見えてんのが嫌なんですよね。ほんまやったらもう、ただで配りたいぐらいの気持ちなんですけど。うん、いや、そうですよ。この方メール来て、ほんまに見ます。はい、この方、ドゴール、東京都青梅市ドゴールさん。はい、見えないグッズが売れるなら、うん、来年はタンクトップ、靴下、ブリーフ、腹巻きの4種類で決まりですね。ほう。普通に欲しいのでご検討お願いします。見えないもんね。グッズ。もう T シャツって古いんかな、グッズ。どこでもあるけど。T シャツ。一番わかりやすいっちゃわかりやすいんかな、T シャツって。なあ。難しいとこですね。ねえ。時計とかどう思い切って。1万円ぐらいで。どことコラボしてくれるの、そんな。中川家って書いて、G ショックとコラボして。いや、そんな。NN ショック。うわ中川家の。みんなを、我々のライブ来るようなお客さんみんなにやっと笑べるね。N ショック。うわ中にほんで我々の顔を書いて。うわこれは時計。もう絶対売らなあかんと、もう、うん、ほんまに。とかどうでしょうね。いや時計か。まあ、時計身につけるもんね。まあ、一番便利なトートバッグとかでしょうね。うん、使えるからね。まあ、確かにそう。トートバッグなんか別に何でもええもんね。何でもいい。ほんま。入りゃええから。そう。気にせず使ってもね。なんかもう、変なって言ったらおかしいけど。帽子 T シャツは良くないんちゃうかな。丸見えで恥ずかしいんちゃう。そうか。靴下はまだ隠れる可能性もあるし。どうでしょうか。いろいろ難しいな。いろいろ考えてくれてはる人いますけど、ね、この方、ラジオネーム、鳥柄師匠さん。うん、来年は、剛画伯の猫イラストのグッズが欲しいです。うん、あ、君もイラスト、あの、アメトークで描いてるから。全部テレ朝が儲けてるからね。そう。あれしたら、あれパーッと適当に描いて。中川家の二人の顔が。ものすごいニヤッとしてもった、今。うん、それ、えんちゃう。それやったら、ほら。うん、なんか芸術っぽいし、うん、誰かわからん方が T シャツにしようとしてるの、ま、そう T シャツ誰かわからん方がなんとなく着れるやん。着れますね。中川家ってわかるから恥ずかしいわけやん。それあの顔をな、顔を思いっきりわからんような T シャツにしたいね。でも中川家やみたいな。だからせやな、背中とかに入れてもまたな、あのものすごい残念があるもんな。せっかくええ T シャツやん、背中になんか書いてるとか言われて、背中はちょっと違うんだよね。うん、難しいところですけども、ね、うん、手ぬぐいとかね。あ、手ぬぐい、はいはい、使えへんけどな、手ぬぐいは意外と。せやな、こうやって考えたら難しいね。グッズで物売って難しいですよ。物を売るっていうことは一番難しいんですよ。ねえ、だから、その、ほんまに人が欲しがってることを、欲しいものを考えとかな。そうそうそう、そういうことですね。ねえ。でも、絵はちょっとなんかニヤッとしてもんだね、今ね。もうそんなね、いやらしいことばっかり考えてるからね。うん、だからもうこと、うん、あの、夏になるといつも思うんですけど、うん、自分のいやらしさがすごい前面に出るっていうのは、うんうん、高校野球ね。ああ、高校野球。はい。見てたらすごい自分の悪いところ出てけへん。中ブルーになんねんな。ほら、野球見た後に夜ネット甲子園見るんですよ。うん、はい。あれがもう。いやいや、まあ、泣いたね、俺も昨日な。監督が泣くやんか。ほんだらみんな泣くやん。うん、それに釣られてね、うん。ああいう心どこ行ったんやろうと思って。そうね、確かにね。それで泣いてんねんね、こっちは。泣けてくるよね。何してんねんと思うよね。17、18の子が一生懸命やって頑張ってんのに、俺。昨日もね、創成館の長崎の子が、同級生、中学校かずっと一緒で。ずっと一緒やって。今まで野球一緒にやってくれてありがとう。とか言うの、そんなん言うんやで。ほんで、また長いマイク突き出してな、またもっと普通に喋らしゃいいのにと思うんだけど、うん、まあでもそのやりとりでまた感動するやん。で、また。青春ですよね。あれはないな。ああいう心あったんですけどね、うん、僕も。で、それを見てる状況ね、自分の。それ見て、もう落ち込んでまうみたいな。落ち込んでまうわ。炭酸水飲みながら、もう、短パン履いて見てる自分よ。
あのマネージャーとかがスコアブックつけながら泣いてんねんよ、うん、女の子ね記録員、まだ終わってないねん試合は、はい、だけどもうドキドキすんねやろな、逆転できんかなできるかなみたいなんで涙ポロポロ流しながらでもスコアブックつけなあかんっていう、うん、あ最後のね締めをね、うん、ああどこ行ったやろな俺はもう高校中学校高校でラグビーやってる時はああいう感じやったよ多分。いや熱い、僕は熱い男でしょ、自分で言うのもなんですけども、いやそうです、僕は見てましたから、旗から見てたから分かるけどね、19で亡くなったね、ああいうのが、あらま、綺麗に、でもあれやで、ネット甲子園もそうやで、ね、あんだけ球場で泣いてても、うん、もう、いただきますってみんなご飯食べて、イエーイとかやってるやんか、ね、忘れるのも早いから、うん、若いから。あ、まあ、それも良さであるんやろうけど、ね。良さである。あと、その十何年後かに、その。あ、俺好き、それも。集まんのね。あれ好き。で、また普通のおっさんになってんの面白いね。面白い。いろいろ。あの、ラグビーでさ、うん、再試合みたいなのすんね。20年後ぐらいに。そうです。OB が集まって。OB が。あれも好きやね、俺。おっさん同士がね。一緒にぶつかり合うっていう。そう。もうあれも泣きそうになんねんな。あれね、お互い怪我せんように走ったり、ディフェンスしたりするやん。みんな気遣いながら、お互いね。だから、あのまま続けへんかったら、うん、ああやっておっさんになっちゃうのかな。やっぱプロ野球になる、あそっか、一握りでしょ。プロ野球選手。そう。あら、ネット甲子園で、甲子園高校球児。で、僕なんか経験してるから、うんうん、僕はベンチの方を見てしまうんですよね、どうしても。あ、出られ、機械の出れなかった選手とか、うんうん、でしょ、この後この子ら将来どうすんねやろうとか、うん、そういう目線で見てしまう。もう親目線。親目線やな。うん、だから自分がもし子供がっておって、俺がアルプススタンドに座ってたらどんな気持ちになんねやろうっていう。怖いで。はい。ほんで、すごい大差で負けてて、試合出られんかった子を最後に出す。うん、出すのね、あれ。綺麗なユニフォームの子が。そうなんですよ。あれはもう親としてはもうたまらんやろね。もう親の立場で全部考えてもらうけど。甲子園ね。いいですよね。すがすがしいな。すがすがしね。お互い親同士もね、好きとか嫌いとかあんねやろなとか思いながら。高校野球、高校野球と、うん、子犬と子猫見たらもう泣きそうになる。なんでかっていうと、純粋無垢な目をしてるから。ああ、なるほど。はい。何の濁りもない。濁りあれへん。やつやね。つるつるやし、頭も綺麗に。確かに。ほら、うん、チェンジした後、ベンチに走って帰ってくるやんか。あの姿ね。うん。俺らみたいなの終わったらダラ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 楽屋帰ってきて、ああ暑い暑い、見に来てくれてたんですか、どうもどうもお疲れでしたみたいな、愛想もクソもない、びっくりしたと思うで、このラジオのスタッフも イベント見に来て全然愛想ないやいや、ラジオのスタッフは多分分かってくれてると思うんだけど、他のね、番組とか、他の番組とか、見に来てくれた人、そうそう、びっくりしてると思う。面白かったです、うん、あたす、うん、お疲れです、だから、いや、はよ帰れみたいな、今回、柳のとこも、はい、他のスタッフの人の親を連れてきたり、だからその親御さんは一番びっくりしてると思うわ。何やこいつら。こいつら、上半身裸で。吐きもない。汚い体して。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございました。いや、面白かったです。そうですか、ありがとうございます。はい。はい、はい、はい。はい。失礼な。はよ、帰らそうとして。いや、っていうのはしんどいのよね。まあ、それはそうですね。こっちのね、いいことですけども。めちゃくちゃしんどいんですよ、うん、終わった後。はい。もう。だからあんな態度になってしまうんですけど。2時間ね、コント何本ぐらい ?6 本、7本ぐらいか。5本、6本、7本ぐらいね、やったらこんなことになってしまうんでね。もし来られる、楽屋来られる方おったらもうあんまり期待せんようにしていただいて。そうですね。はい。おお、巣に戻る瞬間なんで。うん、確かに。もう切り替わってるんですよ。スイッチ切れてるんで。うん、はい。もう一回スイッチ入れなあかんから。そうそう、だから僕ら逆に。ごめんなさいね、偉そうに。うん、そうそう。だから見に行った時に俺行かへんもんね。その楽屋には。あ、行かへん、帰る。うん。しんどいやろ。しんどいやろ。と思うからね。うん、そう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 。うん。そうそう。だからそこはもう、パッと避けてね。手土産も何も持っていかへんから、俺。まあ、他のイベント見に行く時は。あ、まあでも、その方がええんちゃう。もうなんか変に持って行っても。ねえ。また荷物になったらあれやしね。そう、そこまでこっちは考えてまうからね。いやそうなんですよ。なんかもうスンと消えたんですよね。イベント終わった後は。まあ、それわかる。スンとそのまま消えて、スンと家に、うん、わーって、ロケットが、こう、
ふわー飛行機はこう着陸するみたいに家にふわーっと着きたいんですよ。ほんでもう風呂も全部入った状態、風呂も入った状態でもうアイスコーヒー飲んでテレビ見たいんですよね、うん、それが一番理想やね。歩いて帰るとか、ね、でももう打ち上げも俺嫌いやね。来てたやん今回。来てましたけど去年来へんかったけど、やっぱあの乾杯がもう、うん、もう腕上げんのもしんどいめんどくさいうん、聞きましたけど、ね、まあね、待たんと勝手にやってましたけどね、もう最近ね、最近やってね、で途中でそーっと帰る、そーっと抜け、だから普段、うん、その仕事の人とかはどうしてるんでしょう、うん、いや、あのみんな我慢してるよ、誰かこの幹事が帰ろうか言うまで嫌な人は我慢、でもそれ パワハラなんでしょ、行こうかって打ち上げも、まあ自由参加ですわ最初に言えるね、そらね、うん。どうするみたいなことは一応聞かれるけどね、でも行かなしゃあない状況もあるやろしね、こればっかりは。まあね、うん、あとはね最終日にあのうちまた両親が、両親来ましたけどね、はい、あいっそも何に何に無でした親父、無無親父もおかんも無、写真撮ろう言うても、うん、あの前も向きもせん何しに来たんって言うて、お母さんカメラ見てください、お母さんお母さんカメラ見てください、ずっと下向いてる、どういうこと、なんでこんねん家おったらええやん思ったわ。お土産だけてんこ盛り買っていってな、いっぱい、うん、近所に配るようでしょ。あ、そうだ、それのために来てるから 俺らなんか何にも見てへんから、そんないつだって俺客席パッて見たら両親見えたもん、自分の両親、あ、関係者思いっきり下向いてたからな、何しに来てんのと思いながら本番やってましたけどね親父なんか一言も喋ってないからね、俺と喋ってんな俺も、俺親父が、ウェルビーリーズちょっとやすいでんちゃうかんって、終わり、それだけですよ、終わりです、どうしよう、だから来年はどうしましょうという話ですけども、うん、ね、お芝居とか見に行ってちょっと楽屋裏とかちょっと見学させてほしいな、どういう状況振る舞いを、うん、テンション保ってはるのか、あ、そうね、お芝居が一番わかると思うんですよ、そうやね、でそれを見て来年はやるかやれへんかっていうね、うん、どうでしょうね、またまあ、うん、来年になったらわかることですか ね今のところはわかりません、もうどうぞやるのかやれへんのかわかりません、もう終わったばっかりなんでね、うん、うん、そうですよ、でもやるとなったらやっぱあれですよね、うん、負けないですよね、負けない、やるとなれば負けない、負けない、どんな状況でも絶対負けない、負けない、最悪のコンディションでも負けない、負けない、どうしてですか、自信があるからそうですね、今回の特大寄せでもふんだんに入れさせていただきました、じゃあそろそろ行きましょうか、はい、2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show!どうもこんにちは、ザラジオショー金曜日中川家のレジでございま す、このザラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツ、曜日帰りのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方でございます、日本放送東島恵里です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、大阪お疲れ様でした、ね、ありがとうございました、東島さんも焼きそば3玉ぐらい、いや本当一人で食べました、嘘みたいな量みんなで、あれ、はい、あれ悪い癖の強さのね、一周目なかったら2週目またバイタのに食べれたでしょ、でもペロリでした、ね、ペロリやったでしょ、取り合いでしたもん、いや取り合い、強さもペロリ食べてよ、ペロリ食べたやんか、ずっと、いやずっと見つめてるだけやったら宮城いやみんなシューしか落とせん、みんな食べへんかなと思って、いやおせっかくモダン焼き3枚は多いわ、多いないって食べてたってみんな最初に3枚頼んで次おいしいから、じゃあ1枚か2枚か分かんないけど、はいはい、2枚頼んで次3枚食べんねんって食べんねんって言ってる本人が食べんねんから、いや食べてんのみんなが好きやねんもうおっさん、まあ、まあおっさんだったらそうなんねんな、うん、東沼さんももっと酒飲まへんかな思って見てた
俺急にウロンちゃんに切り替えてると本当に浮かれすぎてることに気がついて浮かれていいんですよね。いいんですか、あれも仕事終わって大丈夫でした帰り、帰りがそうですね、ちょうどね泊まったりなんだりありましたけど、お二人に心配していただいて、いいえとんでもないですよ、大丈夫かな。でも楽しかったですね、大阪なんか違いますよね。写真もねさっき言ってましたけど一緒に撮れましたね、もう笑っちゃいました、鈴木さん怒られてるんですもん笑えへんなほんまに俺その人東出馬さんびっくりしてたよ俺その人分かる分かるでしょ、分かる分かる、だから最終日も見に来てくれて、あらそうです、 T シャツ着て一人だけスタンディングオベーションでこうやってやってる、ね、その人が熱量が、熱量がありがたいことですね、ほんまにね。はい、さあ金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、ボンミスの脱出ゲーム、世界で一番謎がある全く新しい形の謎解きフェスティバル3日間限定幕張メッセで開催、15以上のコンテンツが全て新作、リアル脱出ゲームフェスティバル8月23、24、25日に開催、詳細はリアル脱出ゲームフェスで検索。首都高からのお知らせです。首都高に35箇所ある ETC 専用入り口では現金、クレジットカードはご利用できません。お出かけ前にホームページのご確認、お出かけ時には入り口にある紫色の看板やカーナビの案内などにご注意ください。首都高、精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、新宿東口 0120-450-655 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか。吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ吉兆。おかげさまで開局70周年、笑顔になれ日本放送。時刻は1時39分になりました。車のことならカープレミアがお送りする日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さんお願いします。はい、東京湾アクアラインが風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインの下り線は川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上り線は連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が風のため通行止めになっています。西湘バイパスの下り線は大磯東インターと早川インターの間が台風の影響で通行止めになっています。首都高速道路は台風の影響で湾岸線や狩場線などの一部の入り口が利用できなくなっています。高速道路は関越道の上り線が高坂サービスエリア付近で事故のため9キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。原さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。エグザイル高弘です。この度カープレミアのアンバサダーに就任しました。安心して中古車が買える、そんな未来を本気で作っているカープレミア。車を買うときには必ずカープレミア、そして高弘を思い出してくれたら嬉しいです。車のことならカープレミアと、エグザイル高弘でした。防災一口メモ、大雨による災害のリスクは地域によって異なります。自分が住んでいる家やその周辺は土砂災害や浸水が起こりやすいかどうか、日頃からハザードマップで確認しておきましょう。日本放送アナウンサー、気象予報士の箱崎みどりでした。
中川家のレイジです。剛です。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空のお店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうという企画でございます。先々週作りましたね、インスタントラーメンフーフーの CM、お聞きください。どうぞ。あっつあっつあっつ。ちょっと小腹が空いた時、醤油味噌豚骨、お湯を注ぐだけ。インスタントラーメンフーフー。あっついつ食べんねん。どうぞ。いや、俺が食うんかい。フーフー。なんだかなあ、薄っぺらい CM やなあ。タッタッタがいいですね。タッ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 タ、いいですね。はい、こういう仕上がりになりました。今週も来ております、うん、この方、平塚市の天使のちこつさん、大正時代末期から続く墓石から表札、石のことなら何でもお任せの中川石材店の CM をよろしくお願いします。架空ですね。お墓ですね。墓石とかそういうやつですね。うん、墓石、表札、石像、石のことなら何でもお任せ。石、石、石、石。あなたの幸福をお祈り、パワーストーンもあります。つけるだけで幸せ。一つ250万円。高高。中川石材店のパワーストーンつけてから毎日が幸福に満ちてます。誰やろ。中川石材店、よいしょ。なんかもう高額売りつけを勢いでごまかそうと。パワーストーンもやってるらしいですね。パワーストーンもやってね、手広く幅広くやってるというね、よいしょよいしょね、最後ね、よいしょ。さあ、どういう仕上がりになってるんでしょうか、はい、受付メールアドレスは、ngk@1242.com、ngk@1242.com、懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。楽しくなければ、吉兆じゃない。親切で、明るく、安心。それが、パチンコ吉兆です。皆さんが安心して楽しめるよう、心を込めた接客でお迎えいたします。初めてでも安心。パチンコ行くならパチンコ必勝。ハモン達夫、鉄腕とも、アメミヤ、ドブロック、報復絶倒の歌ネタライブ、歌ネタ40史爆笑ロマン飛行2024、12月8日日曜日、相模原市民会館ホール。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。さあ、テーマメールいきたいと思います。テーマ、ボンミスの話。ボン、この方はボンじゃござんせんか。ノリヨシやね。さあ、この方、神奈川県川崎市の缶詰のみかんさん、はい、病院で働いてます、うん、新人の頃、男性の患者様に付き添っている女性に対して奥様と声をかけたのですが、うん、実は友人だった、娘だった、愛人だったというミスをしてしまいました。わ、怒られることも多々あり、今ではお連れの方というように。なるほど、うん、お連れの方ね、確かに、うん、わ、うん、かります。僕も入院してたんで。あ、こっち。お連れ様は今日はみたいな。あっていうね、言い方せんとね。お連れの方来られましたみたいなことですよね。ほんまにあんねやろね、この奥様とか言うたけど、うん、愛人やったから。わかんないですよね。そう、これね、だからこの人かわいそうなんですよ。だからこういう看護師の方とかね。わかれへんもんね。僕らもね、よく師匠にね、誰とは言いませんけど、ご飯連れて行ってもらった横に、
それはどういう人なんだっていうのがね、探っても探っても出てこないっていうのがありますからね、難しいとこですね。お連れさんっていうのが、ね、はい、一番ね、いいのかもしれません。はい、この方は、さいたま市のつぶつぶみかんさん。たまにあるボンミスは、夕飯で食べようとレンジで温めた作り置きのおかずが食べ終わった後や翌朝発見されることです。あるあるある。なんか足りんなと思っているんですが、なかなか思い出せないのが不思議ですか、小笑い。うわって言ってもらった時ある。レンジ開けて。うわ、なんでさ。ちょっと待てよっていう時あるね。肉じゃががデーンって座ってるよな。鎮座して。あ、そうやっていう。あそっからもうちょっと追いが始まってんちゃうかな。金戸は迷うあるしね、このほんまに。あ、ハラミちゃんが入ってきました。いや、まだ言わんでいる、それ。言わんでいる。ちっちゃい。好きやからね、強さにね。大好きなんです。好きやからね。嬉しい。で、その後出して、によってお父さんいけるで。行きますね、はい、もう一回その押すときはおけんの俺電源入れてボーンってもう食べたらよ思って思い切って、ええ、温めたら大丈夫やな。ボーン一人いんときはわびしい音で、ええ、はい、もう一つね、この方島田市静岡県軽トラノルオさん、先日冷やし中華を食べた時の話、錦糸卵と一緒に錦糸卵に、よく似た洋辛子の塊を頬張ってしまいました。錦糸卵と洋辛子どちらも黄色、その区別がつかなかった老眼夢のボンミスです。気をつけなあれは、ね、そうですよ、ほんまにちゃんとあの溶かさなあかん、あれはね、先にそう、確かに僕マヨネーズピエーかけます上から。なうわ、え、やりません？冷麺やります。冷やし中華にマヨネーズはいらんでしょ。うっそ、めっちゃうまいで。いやもうマヨネーズみんなこうやってるぜ。え、すごい美味しいと今度やってみて、冷麺に上からマヨネーズシャーってで、あのからしと混ぜんねん、チカ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 って、うわ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 、でズルズルって言うと美味しいことなんと。でその味しかせえへんでしょマヨネーズ。そんなことない、そんなことない、冷麺の味もする、美味しい、からしと相まって美味しいですよ。見てスタッフのマヨネーズビヤーかけます真っ白になるほどビヤーかけます。あのほらお好み焼きのあれぐらいかけるかけるって食べへんやんか、ほんでまた最近不思議やで、ほんま何かそれ食べてんのみんなが好きやねん。それさっきも言ってたけど、うん、頼んだちょっとぐらい。俺の隣の人誰あの人大阪におったね。技術さんです。技術さんね。あ、日本放送の方。そうです、そうです。関西社の。いや、日本放送の。あ、日本放送の。はい、ありますよ、ここで。初めて会った人。俺らに挟まれてお好み焼き食ってたもんね。電車好きのね。あ、電車好きの。はい。はい、横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。今度の日曜日、広田美幸のサンデー早起き有楽町では網膜静脈閉塞症について、そして治療法について、茅ヶ崎市立病院の増原奈美先生をお迎えして、どんな病気なのかを詳しく伺います。放送は今度の日曜日朝5時6分頃からです。ぜひお聞きください。時刻は1時51分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。台風関係のニュースです。非常に強い台風7号は伊豆諸島の三宅島や八丈島を暴風域に巻き込みながら北上していて、明日昼前にかけて勢力を維持したまま関東甲信や東北に接近する見込みです。関東甲信や東北では明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みで、明日正午までの24時間に予想される雨の量は、多いところで関東甲信で250ミリ、東北で200ミリとなっています。関東甲信では引き続き今夜にかけて、東北では今夜から明日午前中にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。現在関東地方の広い範囲に大雨や暴風警報が発表されているほか、沿岸部に波浪警報が発表されています。交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から終日東京駅と名古屋駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本は
東北、上越、山形の各新幹線で午前11時ごろから合わせて20本を運休しています。関東の在来線は総武本線、成田線、内房線、外房線、久留里線、東金線、鹿島線で運転を見合わせています。また JR 京葉線は午後5時以降本数を大幅に減らして運転するということです。一方、東京メトロによりますと、東西線は東陽町駅と西船橋駅の間で運転を見合わせています。 JR 千葉駅から日本放送大泉健人アナウンサーのリポートです。本日台風接近の影響を受けまして、内房線、外房線、総武本線、成田線、各方面の列車、本日は運転を取りやめております。この時間雨は降ったりやんだりを繰り返していますが、台風7号の影響で駅ビルの大型商業施設やコンビニエンスストアのシャッターが閉められており、店舗入り口や駅構内の電光掲示板には臨時休業の赤い文字が表示されています。また内房線、外房線、成田線、総武本線の銚子方面、千葉駅から先に行く列車は運転見合わせとなっており、改札付近の電光掲示板も真っ黒、何も表示されておらず文字が消えています。駅の中も朝に比べると人が増えてきておりますが、改札の中スマホ片手に乗り換えルートを検索する方々も目立ちます。以上、 JR 千葉駅構内からお伝えしました。大泉アナウンサーでした。一方、空の便です。日本航空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて319便が欠航しているほか、全日空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて335便が欠航しています。東京湾フェリーは今日すべての便を欠航します。停電に関する情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、午後1時50分現在、千葉県内で530件、神奈川県内で1070件が停電しています。東京電力が状況の確認に努めています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はアポロステーションの井出光光さん、ベンリッチ、コーリッチ、オープンハウス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。さあ、それではテーマメールいきたいと思います。テーマ、ボンミスの話。この方、宮戸川さん、板橋区の方。お芝居を見た帰り、余韻に浸りながら有楽町を歩いていたら、街灯にぶつかっておでこにタンコブができるという漫画みたいなボンミスがありました。あまりにも役者さんが素敵だったので、てへへ、ポータルとガンって当たるという。そんな漫画みたいな話あんかね。ほんまにねえ、痛かったよね、これほんまに。痛とか言ったかな。一人で恥ずかしいから、恥ずかしい、恥ずかしい、おー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 とか言ったんかな、言うてんね、絶対言ってるやろね、これね。一人で照れ笑いというやつですね。この方、大田区、ソーザップさん、80代女性の方ですね。あ、30代でした、ごめん。80代、はい。牛乳を切らしてると勘違いしてスーパーに行くたびに買ってきてしまい、うん、今冷蔵庫に未開封の牛乳が3本も鎮座しております。ありゃ、逆に塩コショウはストックを切らしてるのに、ここ1週間ぐらい毎日買うのを忘れてしまっている。かわいらしい話ですね。かわいらしいですね。これ買い物あるあるかな、もうこれは、うん、買いに行ったやつ 買わへんからな、買いに行こうと思ってたやつを。不思議とね。で、僕らと同じような世代ってあるけど、あります？東の。あります、あります。もう絶対もう一度行くのが嫌なんですよ。はい、そうですよね。だから買っとこうになるんですけど、うん、あるんだよ。あと要は卵ってあったかっていう。卵問題、卵あったっけって言うと、ああ、タイがあるからな。でも不安で買うと、でも卵入れるとこもなくなりますからね、気をつけて確認してから行っていただきたいと思います。この方、山口県下関市の西村さん。ラーメン屋さんでバイトした時に、お客様に出来たての熱いラーメンをぶっかけてしまったこと。うわ、とにかく吹いてめちゃくちゃ焦った結果、ズボン脱ぎますかと店に響くぐらいの大声で聞いてしまい、先輩に笑われました。お客様も許してくれて、誰にも、怒られることはありませんでしたが、絶対またやらかすと思ったのですぐやめました。怖いわ、あれ持ってくるとき怖いねんな。もう俺だから自分から手出すもん。ああ、お店の人がね、テーブルに置く前に、はい、もうこっちの責任にしてあげるの。
な、あ、持ったらこっちの責任やからね。で向こうは向こうで思ってんのよ、それやられたよ結構キキキキとかなんかあるんちゃう。それで言うたらあれやで、うん、あの髪美容室で髪洗う時頭持ち上げる時あれ、うん、力入れたらあかんねんだよ。ゆ委ねた方がいいらしい。あ、重いやろう思って気使う、うん、気使うけど気使んでいいねあれ。こっちを力入れると、うん、首と、うん、洗面台の間にビシャビシャって水が弾くねんて、うん、だから頭は預けた方がええねんって感染。でもあれなんか悪いなと自分からこう頭こうやるとあかんねん、うん、首に力入れて。さっきのラーメンの話じゃないけど、あ、あかんね、そこは身を委ねると。委ねた方がいいんですよ、はい、わかります。そうしましょう。それだけは言うときます、はい、はい。麻婆豆腐は長谷園レンジのすすめ。チーン。レンジでガチ簡単。豆腐を入れてレンジで4分。麻婆豆腐の出来上がり。うん。マジうまいから。長谷園レンジのすすめ。チーン。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ、小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。B 型肝炎と言われたんですけど。昭和16年から63年生まれの方ですか？はい、そうです。小学校の頃保健室や体育館に並んで注射を受けたことはありますか？あります。それでしたら対象の可能性がありますよ。もう少し詳しく聞かせてください。このような簡単な質問に答えるだけ、お金はかかりません。まずはあなたも給付の対象かご確認を。お電話は 0120-70-7000番 70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー2時です。午後2時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島恵里です。中川家ザ・ラジオショー、笑いをテーマに東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送。ちょっと間違えた。まずは2時のお天気なんですけど、つゆめるちゃんどうもこんにちは。こんにちは。つゆめるちゃん今へーこきませんでしたか？ごめんなさい。ね、今聞こえましたよね。これでもしょうがないの、ほんまに出るから。そんなに？な、あ、な、なんやってごめんなさい。ね、本当に出る。ここテーブルに手をついてお尻を突っ張った時に出ちゃいました。出ましたか？ごめんなさい。まあ、もうしょうがない、勝手に出るんですよ。じゃ、外の状況。雨がそんな強くはないですけど、雨が降ってます。風はさほど吹いてはおりません。はい。はい。気温の方が 27.1 度、はい、湿度が 91.8% です、ね、ちょっとムシムシしてるんですかね、うん、気温はちょっと下がってますけど、そんなにね風は強くないですよ。はい、はい、さあ、来てますメールが。この方、茨城県水戸市のニーマッチさん。はい、つゆむるちゃんこんにちは。こんにちは。先日200円で買った宝くじが当たりまして、手元に5万円ほどあります。あら、すごい。普段は、手が出ない高い化粧品を購入しようかと思いますが、つゆめろちゃんだったら何に使いますか？ああ、そういうのはもうお食事でパッと、あ、使ってしまう、あぶく銭というやつですね。まあ確かにそうですね、そういうのはね使った方がいいんですよ。あ、そうなんですか。自分のためにもそうですけど、人のためにも使ってあげると、またそれが自分に返ってくるという。なるほど。それを貯金しようなんて思うのに、うん、あまり良くないと思います。我々世代はそう教えられました。なるほど。何を食べに行きますか？フレンチとかどうでしょう。あ、なるほどね。普段食べないもの、ね、2万5千円ぐらいのフレンチ、あー、おー、コースの、コースね、いいコースのね、全然食べれますよ、うん、2万5千円やったら。2人で行ってはどうですか？でも慣れないもん食べてお家帰るとね、お尻が緩くなったりしますもんね。そうですもんね。さっきみたいにプッてへこいちゃう、ね、で出ちゃうことありますからね。その辺は気をつけて。まさかへをこくと思いませんでしたので、うん、気をつけて。なら一発国務大臣。あらま。昔のね、ダブルヤングさんという漫画、ダジャレというね、づくしの漫画。政治ダジャレ。政治ダジャレっていうのがね、そうです。僕のあそこは野添ちんべとかね、そういろいろこういうのがありまして、ありましたね。YouTube でね、探っていただければと思いますけども、はい、ありがとうございます。帰っていいですか？はい。
台風なんでね早く帰りたい。あ、そうか、千葉ですもんね、はい、でも3時台も3時台もあのもし、うん、台風が来てなければはい、はい、来ようと思います、はい、来てれば帰ります。あ、帰ります。はい、あの大丈夫、ペニンシュラ通りますよ、日本放送が通ってくれるんですか。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今ペニンシュラで待機しておりますので、はい、もうチェックインするんですねお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました、はい、さあ東京有楽町は一旦ねこの時間は雨風落ち着いてるように見えるんですけれども、はい、引き続き関東地方広い範囲に大雨や暴風警報が発表されています。この時間は台風7号に関する最新情報を日本気象協会の伊藤さんに伺います。伊藤さん、お願いします、はい、よろしくお願いいたします。お伝えします、台風7号は午後1時現在八丈島の北東の海上を北へ向かって進んでいます、中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルで非常に強い勢力となっています。関東地方には台風を取り巻く雨雲が断続的にかかって、神奈川県の箱根方面、東京の多摩地方、埼玉県内、千葉県の南部で雨が強く降っているところがあります。また関東の沿岸部で北または北東の風が強まり始めています。台風は北上を続けて、この後夜にかけて暴風域を伴い非常に強い勢力で、房総半島のすぐ東の海上を進むでしょう。関東地方は夜にかけて風や雨の強さのピークとなりそうです。これから強まってきそうです。予想される最大風速、陸上は30メートル、海上は40メートルです。特に台風に近い千葉県や茨城県を中心に街路樹が倒れたり看板が飛ばされるような暴風の吹くところがあるでしょう。できる限りと言いましょうか、今屋内にいらっしゃる方、これからの外出は控えるようにしてください。屋内で過ごす場合も風で飛んできたもので窓ガラスが割れる可能性を想定し、窓から離れたところに身を寄せるようにしてください。またすでに停電が発生しているところがあります。この後さらに強まる風や落雷で停電のエリアが広がる可能性もあります。電池や懐中電灯、電池で動くラジオの準備ですとか、停電になりますと室内の気温が急激に上がって熱中症のリスクが高まります。冷やしたペットボトル入りの水や冷却グッズなどを用意しておくと良いでしょう。また交通機関もこの後さらに大きく乱れる恐れがあります。気象情報と合わせて交通に関する情報も十分に確認するようにしてください。続いて雨ですけれども、明日の正午までに予想される24時間、多いところで関東地方250ミリと予想しています。これは主に千葉県や茨城県ということで、こちら方面は大雨になりそうです。また関東地方、線状降水帯に関する情報が出ています。今夜にかけて線状降水帯が発生する可能性があり、もし発生した場合は局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。以上です。日本気象協会の伊藤さんでした。ありがとうございました。お話にもありましたが、暴風や突風に煽られて転倒する危険というのもありますので十分にご注意ください。そしてこれから暗い時間帯になりますと、用水路近づくことがあまりないように気をつけていただきたいですね、はいはい、道路との境目が分からなくなって足を取られる恐れもありますし、お二人ね、お車を運転されるのでよく分かると思うんですが、はいはい、雨水がアンダーパスに流れ込みますので冠水する恐れがあります。無理をせずに迂回するなどの対応を取るようにしてください、はい、この後も台風7号に関して新しい情報が入り次第お伝えします。さあこの後はポップスピアニストのハラミちゃんが生登場です、はいはい、ラジコですとクリアな音で無料で聞けますので、スマートフォンアプリラジコも使ってみてください。相続税の申告を後回ししている方は0120-400-800、東京税理士会所属税理士法人48、ご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800。禁止高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力、そう簡単に倒れるもんか。だから協力してくれ、神秘の健康力、神秘の神秘の健康力健康力健康力、神秘の健康力で検索。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、
土曜日はサンドイッチマン。お聞きの番組は FM93AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。ザ・ GS 栄光のグループサウンズファイナルコンサート、11月24日日曜日午後3時から高崎芸術劇場大劇場で。チケット絶賛発売中。お問い合わせは03-3355-3553 IS まで。 Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started.さあこの時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います、はい、本日のゲストはこの方でございます。はい、ハラミちゃんです。よろしくお願いします。すいません、もう上手、すごいハラミちゃん、めっちゃ音すごい、音すごい、いやハラミちゃんそれ言うてる場合じゃないんですよ、はい、すいません、おっさんがはしゃぎました。ありがとうございますハラミちゃん、もううちの兄がもう大ファンです。あ、本当ですか、ありがとうございます、ありがとうございます。本当にね、こういう芸人と絡むということとかありますか、ハラミちゃんは。あ、でも先週も銀シャリさんのラジオ出させていただいたりとか、はい、あ、あのバラエティでは絡ませていただいたりとか、はい、ありますね、はい、もうなんかデビュー5年とか、ね、そうなんです、ちょうど5周年でですね、はい、BS の方でもあの、イギリスの方行ってたの、嬉しい、はい、知ってください3回見ました、めっちゃ見てた、待って、嬉しい、ありがとうございます。イギリスはまだ本当に3回しか放送してないんですけど、全部見てください、きっちりチェックして、すごい、ありがとうございます、ね、どういうとこ強さ好きなんですか、ハラミ。いや、もう即興でね、うん、あ、かっこいいよね、かっこいい、あのピアノ弾いてるね、海外の方がおられるんですけども、うん、急にハラミちゃんが横にスーッと入っていって弾くんですよ、うん、これ、うん、それがかっこよくて、やっぱり強いですよね音楽って。強いですね、もうだって言葉いらないですもんね、うん、本当にそうです。なんか私もその全然英語とかフランス語もやっぱ全然弱いんですけど、うんうん、こう自然と音楽をやってなんか英語を言ってるんですけど、なんか意味が分かるっていうか、何言ってるのか分かんないのに、次にどういう音楽をどういう進行でいくかがなんか通じ合って、すっごい不思議な感覚になるっていうか、まあ、音楽で通じ合ってこういうことなんだなって、なんか身をもって体感しました。ピアノ自体はいくつぐらいから やってたんですか。ピアノ自体4歳からやってました。一回やめちゃって、はい、音楽大学卒業すると一緒に、うん、ピアノはちょっともう一回諦めようと思って一回全部やめたんですけど、はい、そこでまたあの一般企業に就職させていただいて、うんうんうん、でまあ、ちょっと体調崩しちゃって、はいはい、そこからまたストリートピアノに出会ってで今また始めてるっていう感じ。このストリートピアノっていうのがかっこいいね、うん、かっこいいですよ。だって横で弾いて、うん、その人とその人の家行くんですよ、うん、ちょっと来いよって。語弊がちょっと今言い方がちょっとだいぶ語弊ありました今。すごい家ついてく人みたいな。違う違う違う、すぐね、そういうわけじゃないですね、違う違う違う、そういうわけじゃない、ちょっとうち来いよ、違う違う違う、ナンパスポットじゃないんですよ、違う、そういうことじゃないんですよ、はい、たまたまです、本当に、ね、はい、フランスでたまたま、その人の家で一緒にやるっていう、だ我々もね、はい、結構その漫才とかコンテやりますけど、うん、結構ちょっと即興っぽい感じなんです、はいはいはい、そうなんですか、あんまりこう決めてやるのが好きではないっていうのがあるんですけど、ハラミちゃんもそういうとこあるんですか、やっぱり。私マジでそうで、一回あの一昨年やらせていただいた全国ツアーは、うん、はい、あのセットリストをもう全部なしで、その場で本当にもう本当にその場のいただいた曲だけでセットリスト、その場でみんなで考えて、この曲最後が良くないとか言って、最後っぽいよねとか言って決めて、本当その場で耳コピして、もうやってみたいなのやらせて、お客さんと一緒に、そうです、すごい楽しくて。あの花見ちゃん意外とじゃあどっかいろんなとこ行ったりしますよ、仕事で、はい、打ち合わせとかってあんまり好きじゃないですか、どう、あ、うわ、正直なとこ本当ここだけの話で、もう絶対誰も言いませんか、はい、あの、はい、本当に打ち合わせは好きじゃないです、やっぱりそういう感じですね、即興でやる人って本当にそうなんですよ、この時間は何だろうってそうなんですよ、なんか本当に本番変わっ
ちゃうから変わりますしね、状況によってね。本当にそうなん、それが、それも全部踏まえて計算してるんですよね。だから花見ちゃんの中では、早速で悪いんですけど、僕はあの新幹線のあれを引いてほしいんですよ。以前の新幹線がのあのチャイム、チャイムアナウンス、アナウンス、タンタタタンタンタンタタタン、昔のね、タンタタタンタンタタタタタンっていう、知ってます？初めてリクエストされたんですけれども、ちょっと調べてみますね。はい、新幹線チャイムで出てきますかね。タンタタタン、新幹線ですね。新幹線です。タンタタタン、タンタタタン、タンタタタタタン。で、言うんですよね、駅名。そうです、駅名で。まもなく東京、東京です。あ、これじゃない、こう。あ、それ到着のメロディーですね。あ、でもこれ、この前のやつですよ、今の前のやつですね。いや、これじゃない。てんてんてん、これでもいいんじゃないの、今ので。今のでもいいんですね。これもいいですか。あ、全然いいですよ、今のやつ。これでスタッフさん出せるかな。これでスタッフさんが違う。こうやってね。その後レイジ君のあれで。そうです、あの、TOKIO がやってたやつの前なんですよね、強さんが言ってた。そう、本当はね。そうなんだ、うん、はい、前なんだ、うん、前なんですよね、このアンビシャスジャパンの、はい、前なんですよね、前なんですよね、多分結構古いよな、古いですね、もうあれは。あ、逆にも鼻歌で耳コピーもします。え、もう一回歌ってもらっていいですか、うん、あの正確に、正確に、正確に本当に正確にやっていただきます。テンテテテンタンタタタンタンタタタタタン。あ、早っ。まもなく終点、東京、東京です。お出口、左側です。うわー、すごい、いや、すごいな、すごい、今正確だったので、ありがとうございます。すごい、いやいや、それ聞いてるハラミちゃんの方がすごい。すごい、ほんまに、うわ、すごい。いや、でもこういうことやっぱよう言われますよね、多分なんか即興でなんかこう、なんかよくあるのが、はい、あのこの、うん、これ何の音みたいな、 あのこのいや、それ音じゃないよみたいな、そのなんか何でも叩いてくるおじさま、おじさんが多いですか、おじさまが何でも叩いてくるっていうのはありますね。いや、ほんまにな、いや、何でも弾けたらそう、やっぱやってほしいなるよね。いや、こういう感、こういう感じで武道館もお客さんと一緒にっていう感じやったら、うん、武道館は、そうですね、武道館は割とこうちょっとメモリアルだったので、はい、ちゃんと練習した曲をちょっと演出と一緒にって感じなので、ちょっといろんなタイプのコンサートさせていただいてるんですけど、はい、すごいな、やっぱり。なんかそのストリートでやってて、うんうん、やりやすいとことやりにくいとことかってあるんですか？場所ですか？場所も含め。でもやっぱり本当にそれこそアナウンスが空港とかだとあまりにも多くて、うんうん、その、まあ、やりにくくはないんですけど、うん、やっぱこうすっごい感動的なバラードで、もう皆さんもちょっと涙されてる方とか見る中で、うんうんうん、次のみたいな、こうなんか、おお今みたいな、アナウンスね、ちょっとそう、どうしてもそれはもう環境なんで仕方ないんですけど、感動してる時ね、空港とかやったらパンポーンパンパンってね、なるとちょっとね、気分が全く変わるよね。すごいな、今の音だけでやるの、かっこよかったっすね。せっかくやから、ハラミちゃん。すいません、僕、クイーンの大ファンで。クイーン大好きです、私も。ハラミちゃん、多分、クイーンも、ね、何回か見てるの見たことあるんですけども、はい、まあ、代表曲、ボヘミアン・ラプソディを、いいですか、はい、少し。じゃあ、ボヘミアン・ラプソディから、Don't Stop Me Now っていけます？あ、いけます。すごい。すいません。もう、贅沢な、すいません。もちろんです。お願いしていいですか。で行かせていただきます、はい、お願いいたします。
いね。いや素晴らしい。いやもうこのまま終わっていってもいいか。いや素晴らしい。ほんまに。いやすごいわ。うわ。いやでもねやっぱその即興がやっぱ好きやってるんで、その4歳から始めて、大体ピアノってクラシックから入るんで。そうですね、クラシックをずっと。やっぱ退屈とかではなかったんですか、その性格上どうやったんですか、ハラミちゃん。うん、いや音大卒業まではずっとクラシックを結構真面目にやってたんですけど、うん、はいはい、なんか自分がそのピアノの先生がクラシック以外を弾いちゃダメだってこう禁じてる先生で、なんかやっぱ基本の型が崩れちゃうということで、なんですけどなんか自分はやっぱこうそれこそジブリさんとかディズニーさんとかそういうのを弾くのがこう好きだったので、どうやったら怒られずに弾けるんだろうと思った結果、これはピアノの練習時間に以外で趣味としてやろうと思って、うん、趣味ならなんかもうレッスンの時間とか練習の時間も絶対クラシックなので、これはもう先生と関係ないところで勝手にやっていますってことで、こうずるずるずるの感覚というかずるしてる感覚でまあやってて、それがこう学校とかでやるとやっぱりそういう曲の方がこうみんな喜んでくれたりとかして、休憩時間にやってたって感じです。うわすごいね、今後もう同級生贅沢やったろね。いや本当に、いやすごい気持ちいいね。あの途中でちょっと歌うんやめとく。あ、邪魔でした、ごめんなさい。ちょっと嫌やったな、あれ多分今聞いてるファンの人わかるわかるわかる、うん、自分でも分かってるけど、ついつい、はい、口ずさみたくなる、出てしまう、かすかに聞こえてます。ハラミちゃん、あのもうちょっとこれなんか雰囲気だけなんですけど、はい、あのホテルのバーみたいなんてできます？いいです、なんとなく雰囲気で、はい、すいません。すいません、いらっしゃいませ。予約してた中川ですけど、はい、ご宿泊のお客様でしょうか。はい、夜券見るところがよろしいですか。そうですね、できれば窓際がいいですけど、2名様で、はい、はい、どうぞこちらへよろしく、はい、はい、どうぞ、はい、すいません、ありがとうございます。これをね、いいです。すいません、ごめんなさい。急に始まっ、これ即興、あ、即興、即興で、はい、即興には即興、初めて返されました即興返し。すいません、申し訳ない。うわ、いいですね。これを全部ほんまに、だからお互いの才能を2つ合わせたいな。まあ、才能ってこっちは才能でもなんでもないけど、いや才能です。今ねやりたいですよね、ステージでやってみたいですよね、今ね。コラボいいですね、やってみたいね、楽しい。いやほんまに、あれあれあれ、ファミリーマート中入るときどんな音やったっけ、あれ、あ、どんな音やったっけな、タン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 、こんなんでも出てるのも好きなんですよ。アレンジかっこいい、すごい。リニューアルオープンファミリーマート。そんなわけないがない。すごい、いやいい、すごい。ファミマのあの音、そういうわけで、ね、本当のアレンジ、はい、いやすごい、もっと聞いときたい。一旦 CM コーディングします。はい、パチンコ吉兆です。暑い夏、一人で涼むよりみんなで涼めばエコですよね。さあみんな一緒にパチンコ吉兆で涼みましょう。パチンコ吉兆でクールシェア。パチンコ行くならパチンコ吉兆。時刻は2時25分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さん、お願いします。はい、お伝えします。台風7号の影響が出ています。東京湾アクアラインが強い風のため通行止めです。東京湾アクアラインの下りは川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りはアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が強い風のため通行止めになっています。神奈川県の西湘バイパスの下りは大磯東インターと早川インターの間が高波のため通行止めになっています。その他の状況です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリア付近で乗用車5台の事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの橋山でした。
ありがとうございました。次の日本放送交通情報はウドラジの中で3時55分頃お届けします。ご存知ですか、パチンコ吉兆は大きな駐車場だけでなく広々駐輪場もあるんです。自転車で来ても出し入れ楽々。さあ車もバイクも自転車もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ吉兆。さあ引き続きハラミちゃんでございます。はい、お願いします。ね、さっき の、 あのファミリーマートの店内の入る時のアレンジしていただいたら、はい、あの調子乗ってリスナーの方からなんか言って、はい、そりゃ来るでしょう。すいません、ルイス・ブルームさん、横浜市の方、ハラミちゃん、はい、マックのポテトが上がる音いけますか、いけますか。ポテトいりません。いやすげえ、すごいな。だからこうなんていうんですかね、それもまあ言ったらテントンテンから、そうテントンテンテントンテンから、あそこからイメージするんですか。あそこからイメージで、そうですね、自分がなな脳内鳴ってる音をそのままこう。はあ、素晴らしい。すごいね。いやほんまに、いやこれはほんまにすごいわ。ポテトからあんななんで、ね、この方も来てるんですけどね、うん、砂混じりのたっちゃんさん、はい、ハラミちゃんにお願いがあります、はい、もしこのラジオショーのジングルを作るとしたらどんな曲にするか、あら、お願いできますか。なんか今イメージでいいんですけど、今日いいですか。はい、ハラミちゃんが来て、元音はありますもんね、うん、元はね、あります。あ、そうなんですね。元ちょっと、え、聞けますか。元音聞けます。うん、こうジングルってね、こういうやつね、 CM 入るときとかこんな感じ、こんな感じ、今こんな感じで、はい、はい、はい、でこっからこう始まったりとかする。なるほど、ね、そういうちょっと、あれば、なければいいです。ありますあります。今ちょっとイメージが、ありがとうございます。すごいな、でもびっくりすんな。いやいや、ほんまに。いきますね。はい、はい、中川家緊張してもって、はい、ごめんなさい。音に負けた。音に負けてるよな、完全音に負けた。いやすごい、ちょっと疾走感ある感じで、あ、なるほど、ね、お二人の、はい、トークの、はい、ありがとうございます、はい、だからまあこうやってね、即興でやって、まあ、YouTube もね、うん、もちろんやられてて、はい、225万人やで。あら、すごい、いやいやね、ほんまに。とんでもないです。そうか、もう世界で見られるから。いやいやいや、そう、いや、絶対そうですよ。海外に行く予定はないんですか、今のところは。もう私自身が。はい、そうです、ハラミちゃん自身。特に日本好きなので、うん、はい、まあないんですけど、はい、やっぱりこうたまに海外のストリートピアノとか行くと、やっぱすごい刺激を受けるので、やっぱたまに行くっていうのはずっとやりたいなとは思ってます。なるほど、ね、ちょっとね、たまに定期的に、ね、はい。なんか日本全国でやってたりして、どこが一番好きですか、なんかやりやすいというか、こう雰囲気好きなとこ、日本の。うわ、難しい。あ、やっぱ多いか、そら。まあでも、うん、私全体的な雰囲気ですごく好き、気に入ってるのは、うんうん、まあどこも好きなんですけど、うん、やっぱ北陸、北陸、はい、お魚めっちゃ美味しくて、うまいですね、確かに。あれやばいと思って、やばいす、ね、お魚食べに、食べに、食べに行きたい、はい、大好きです。この世界に行けるっていうのが強いですよね、うん、やっぱりね、音楽ってね、そう、ピアノはもう世界各国、うん、そうです、つつうらうらあるから、ね、え、お二人は日本どこが気に入ってるとかあるんですか。日本ですか、はい、僕は東京が一番出たくない、出たくないというやつね。何でも揃ってるね。確かに。はい。それはそうね。確かにね。素晴らしい。あのメールも来てますので。あ、ありがとうございます。いいですか。はい、この方、なおちゃん鈴木さん。はい。ハラミちゃんは仕事やライブなので、大阪にもよく行かれると思いますが、はい、朝昼晩3食とも大阪で好きな食べ物が食べられるとしたら、はい、3食の理想のメニューは何ですか。うわ、大阪は行きます。行きます、よく行きます。うん、何食べますか。あ、でも私、あの、
串カツの紅生姜、はいはい、めっちゃ好きなんですよ。あ結構抵抗ある人多いんですけどね、うん、そうなんですよ。私も最初えっと思ったんですけど、はいはい、もうたまんなくて、確かに美味しいです、ね、あれ朝昼晩でいいですね。もうあれだけ、もう他の串カツいらない、もう全部紅生姜でいい。珍しい、あんまりハマらないんですけどね。本当に美味しい、そうね、大阪以外、大阪の人間は好きなんです、あそうなんですね、うんうん、大阪行って初めて食べて美味しかったです、めっちゃハマってて。さあこの方一匹ありさん、鳥取県の方ですね、はい、ハラミちゃんに質問です、はい、有名になって焼肉でハラミ以外の部位を頼みづらくなってませんかっていう。うわめっちゃありますそれ。やっぱりでもハラミ本当に好きなんでしょ。本当にハラミが好きなんですけど、うん、私そのどこ行ってもやっぱロケ弁がハラミ弁当だった時期があって、うん、もう週5、6でもう摂取しすぎてちょっとさすがに焼肉はちょっともういいかなっていう時に、ね、すごい結構浮気心でいろんな部位を頼むんですけど、うん、もうハラミ今日いいやと思っても、うん、店主の人がなんか親みたいな、この人ビジネスハラミだぞみたいな、こう顔で見られると、うん、じゃあハラミお願いしますなんか言っちゃうっていう、言わないしょうがないですね。しょうがないね、うん、ね、ビジネスやとも言われてないしね、ほんまにハラミがね好きで、ハラミちゃんって言ってしまってるからね。そうなんです、ね、確かにね。さあこの方神戸市のランランさん、はい、もしピアノに出会ってなかったとしたらどんな職業についてたと思いますか。うわ、うん、難しい質問、まあ、会社員もね一度やられた。確かに、うん、そうですね、でもやっぱり、うん、こういうなんか物を作るお仕事というか、こうイベントを作ったり、はい、ライブを作ったりする、ちょっとスタッフさんというか、制作、うん、こういうラジオを作ったりとか、はい、なんかそういうのすごい興味あります。はい、制作さん、うん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 、なりたいです。なるほどね。はい、今見てて、何分か経ちますけども、はい、やっぱり、うん、ビルの一室に閉じこもって仕事するっていうタイプではなさそうですね。ああ、すごい。占いの方すごい。すごい会って数分ですけど、すごい分かってらっしゃる、うん、なんとなく分かります。 ありがとうございます、ね、なんか毎日現場変わってもいいぐらいの、うん、確かに本当新しいとこ行くのが本当に好きなんですよ、うん、そう、なるほど、ね、毎日同じとこというよりも、まあ確かにね、そうなんです、さあこの方チェリマスさん、はい、愛知県の方、音楽、まあ、以外の、まあ、お仕事ですけど、今音楽以外でハマっていることってありますか。今なんかこのお仕事以外で、なんだろう、ハマっていること、うんうん、なんだろうな、食べる飲む遊ぶ、あ、ね、あでもあるんですけど、それこそ最近やったのお散歩、ひたすら散歩するっていうのは、夜をひたすら徘徊徘徊もうウォーキングっていう、ウォーキングですね。なるほどね。なんか暑くても夜だと全然歩けるし、うん、まあ、確かに、なんかこう考え事するにも、うん、こう家でうーって考えるよりも、うん、歩いてる方がなんかすごい考えやすくて、うんうん、そうだ、思いついたらメモしてみたいな感じでこうずっと歩いてますね、じっとしてられない。そうなんですよ、じっとして、確かにおっしゃる通り。じゃ自宅で一日一応じっとしてることってあんまりないですか。休みの日とかどうですか。まあ、そのひたすら睡眠、うんうん、いくらでもできてしまうタイプなので、あ、そうか、寝るんか、もう丸一日寝るとかは全然あるんですけ ど、 なるほど、ね、確かに外出たくなりますね、うんうん、はい、こちら X で来ておりますが、はい、ビタースイートサンバをお願いしてもいいですかということです。 あれかオールナイト一本の、パパパパパパパ、初めてピアノで聴いたの。確かに、ね、なかなかない、素晴らしいですね音楽ってすごいな確かにこの腕をつけたい ね、 ね、まあ、無理やろうけど、この方カズピーさん、港区の方、はい、ピアノでは右に出る者はいないハラミちゃんですが、これはできない、これ苦手というのがあります。苦手なもの、苦手なもの、苦手なものが本当にピアノ以外全部ぐらい、うん、何も本当にできない人間なんです。本当に本当に信じてほしい、本当に何もできなくて、うん、はい、料理とかも、うん、あ、料理、うん、その、うんうん、うどんを茹でる、うんっていうことを知らなくて、うんうんうん、そのまま食べてしまったりとか、本当になんか、なんて言うんでしょう、本当にその、人からびっくりされることがすごく、いい人生というか、本当にその、な、冬には編み物したりとか。編み物は全然、編み物は、でもできないです。でも本当にできないです。そうなんですか。本当に、なんか、
運動も全くダメで、あ、そうなんですか。全く、そう、本当50メートル走とかは12秒で、うん、多分遅いと思うんですけど、これ遅いですよね。遅いとか、うんうん、水泳も泳げないですし、なんかもうそうできないことがすごく多くて。じゃあ、あの崎陽軒のシウマイ の、 あの小さいからしも切ったりとかするの、スッとは切れない。ああいうのはできますか。できないです、多分。本当そういうのが苦手なんですよね、なんかいろんなものが。そんだけピアノ で、 で手先器用なのに。そうですよ、人よりできないことがすごい多くて。いや、すごいな。天才というのはそういうものですよ。天才ですよね、え、うん、ほんまに間違いない。あと一個ぐらいいけますか、はい。この方ウルカシスさん、はい、北海道の方ですね。花見ちゃんがもし我々中川家の出囃子を作曲するとしたらどんな。あら、出囃子、出囃子、あの漫才、はいはいはい、出てくる時ですよね。出てくる時の音、どういう、まあ、我々のイメージで 10秒ぐらいですかね。10秒ぐらいですかね、出ていってね。どうも、どうも。これめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいいですね。これめっちゃいい。今めっちゃイメージ湧きました。すごい、なんか、うん、兄弟が可愛らしい兄弟。なんかそう、男と、うん、なんかすごいテンション上がった。めっちゃ上がった今。嬉しい。いいや、かっこいい。すごいよかった。もうすいません、今日、あ、もう時間。あら、早いわ。あらららね、早い。いろいろ無理を聞いてもらいました。とんでもないです。楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。本当すいません。ありがとうございます。さあ、告知などあれば。あ、いいんですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、あの現在ですね、あのクラシックホールで行う、うん、あのピアノの生音だけで行うコンサートが、はい、9月5カ所ですね。仙台、広島、神戸、福岡、島根で、うん、ファイナルとなるんですけども、生音コンサートやっております。はい、そして9月27日までですね、はい、あのスカイツリーさんの、タウンツリービレッジで、はい、ハラミちゃんポップアップショップとコラボカフェを開催 しますので、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、いや、素晴らしかった。本当にありがとうございました。本日のゲストハラミちゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中川家がありもしない商品で架空の CM を作るラジオ CM を作ろう傑作選。今週はこちら。シロアリだー、ハチだー、ゴキブリだー。お困りですか。そんな時はお任せください。撃退レンジャーレッツ、撃退レンジャーブルーブルーブルー、撃退レンジャーピンクピンク、撃退レンジャーグリーングリーン、撃退レンジャーイエローイエロー、撃退レンジャーパープルパープル、撃退レンジャーゴールド、撃退レンジャーボラボラ、撃退外注のことなら株式会社西村駆除にお任せください。毎月1回昆虫祭り開催中。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。トンネルズザライブ2024武道館11月開催。ギシャリの橋本です。うなぎです。ギシャリが誰かのためにつながる声を等身のある気持ちでつなぐラジオ番組、献血の大切さをギンシャリらしく明るく楽しくお届けしています。このラジオでつながりましょう。ギシャリのつなぐレディオ、毎週日曜夜8時から。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは戻ってきました。例えば合宿から戻ってきた、あー戻った戻った戻った、落とした財布が戻ってきた、あー戻った戻った戻った、就職で地元に戻ってきた、あー戻った戻った戻った。有働のラジオは今日午後3時半から、あー戻った午後3時半から、あー戻った。
の日本放送ラジオリビングは、あの和食の鉄人にここのカツ丼は生涯で一番の丼だと断言させた名店の味。ラジオリビングでは昨年だけでおよそ9万食売れた丼部門ダントツの人気ナンバーワン、おなじみの銀座梅林カツ丼の具ご紹介しましょう、はい、ごちそうですよ。そうですね、これは、はい、銀座梅林、昭和2年に銀座で初めてのとんかつ専門店として生まれた老舗です、はい、その銀座梅林のカツ丼がレンジでおよそ5分温めるだけ、うん、なのに手軽で美味しいというのが最大の特徴なんです、はい、お二人もぜひ召し上がってくださいね、はい、そう、うん、この昼時にカツ丼はいいですね、ですね、カット、ね、これ手軽にね、そうなんです、食べるのがいいんです、うん、うーん、柔らかいカツは上質なロースカツ、トロフワの卵、そして創業以来90年以上守り続けている秘伝のタレ、すべてが一体となったカツ丼の味はまさに絶品ですよね、うん、この甘辛いタレがね、よくカツに染みてるんですよね、玉ねぎの旨味、そしてご飯の組み合わせがたまりません。お肉もお箸で切れるほど柔らかくて、卵もふわふわ、一度食べるとやみつきになります。創業90年を超える老舗というだけありまして、テレビや雑誌などで取り上げられることも多く、芸能人の方々もこぞって通う名店です、はい、その名店の味がお店に並ばずに簡単調理でいつでも楽しめるカツ丼の具、手軽にできてね、栄養満点ですよ、うん、夏休み の, その子供の昼飯に、まさにそうなんですよ、ねね、あとも今日みたいにどうしてもお家を出ない方がいい日とか、うんうん、出たくない日とか、はい、冷蔵庫冷凍庫にこれがあるとね、うん、安心ですよね、うん、確かに、うん、夏はね、食事の準備が面倒で栄養が偏りがちですので、うん、常備しておくと重宝しますよ、うん、銀座梅林カツ丼の具合計8食で消費税込み4780円です、はい、お店で1杯1400円するカツ丼がなんと1杯500円台で召し上がっていただけます、うん、倍の16食セットは8980円、関東1都6県は送料込みです。数量限定、なくなり次第終了ですので、お早めにどうぞ、はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、 0120-1242-86 までどうぞ、うん、おいしい、バイリンデリシャース、あ、そうです、海外の方も ね、びっくりされるでしょう、ほんまに、ね、あ、柔らかいですよ、カツが、ね、さっき電子レンジの話されてましたけどね、はい、でレンジで5分温めるだけで、うんうん、このふわふわとろとろの卵になるのがすごいですよね、これは取り出し忘れない、絶対忘れないですよ、これは、はい、でカツ丼って一から作るとなるとお家で、はい、もう考えただけで作れちゃいますけど、うん、これなら簡単です、うん、一食ずつに分かれているのもね、嬉しいポイントですよね、うんうん、いろいろご飯のタイミングが違う方ね、はい、いらっしゃるでしょうからね、はい、嬉しいお声もたくさんいただいています、うん、他にもお弁当の一品にするのもいいですし、うん、お酒飲まれる方はおつまみにするのもいいですね、うん、はい、まあ、お子さんのお昼などにも大好評いただいているという、うん、レンジなので火も使わずに安心ですよ、つゆ、うんうん、さん絶対召し上がりながらレイジさんの食べ具合確認されてますよね、いつも、なんでしょう、チラッとチラッ と, チラッと外行っても人の食べてる量とか見てると思います、ぜひ書き込んでくださいね、うん、賞味期間が冷凍でおよそ10ヶ月です、はい、冷凍庫に常備しておくと非常に便利ですよ、便利、ね、10ヶ月そうなんです、なのでまとめ買いがおすすめです、うん、銀座梅林カツ丼の具合計8食で消費税込み4780円、倍の16食セットは消費税込み8980円です。さらにお得な24食セット、テレビチャンピオンの大食いやないですか、じゃないのよ、全部いただき食べましたって、ペロリ、完食は綺麗に完食です、このバーカーって美味しい、うん、何より何よりぜひまとめ買いで、24食セットは12980円です、関東1都6県は送料込みです、
お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86、 0120-1242-86 までどうぞ。ラジオリビングのホームページや公式 LINE アカウントからも注文していただけます。ラジオリビングで検索してください。はい、俺のいいところってどこ？ないんかい！中古車ならガリバーがいいところをすぐに見つけてくれますよ。車種、年式、走行距離でおおよその値段がわかります。0120-66-4747、66-4747、車売るならガリバー。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン。JR 関内駅すぐ 0120-823-655。 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。骨董品がお好きなあなた、今週土曜日は小田急江ノ島線相鉄線大和駅へ。改札口を出るとそこはもう骨董市、たくさんのお店で思わぬお宝に出会えるかも。朝7時から雨でも開催。詳しくは大和骨董市で検索。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。次のお休みどうしようと思っているあなた、パチンコ吉兆でパチンコデビューしませんか？吉兆は初めての方でも親切丁寧に接客します。お休みの日もパチンコ吉兆へゴー。パチンコ行くならパチンコ吉兆。さあ、ここで再来週8月30日にお届けする中川家ザラジオショーのお知らせです。こんなタイトルでお届けします。夏休み子供に人気芸人大集合というわけで、夏休み真っ只中ということで、子供に人気の芸人さんを2組すいませんそう、特大寄せでね、お二人が、はい、そうなんです、これネタの中にね、ちょっと入れさせていただきました。意外でしたね、はい、すいません。はい、子供に人気の芸人さんを2組お迎えしますよ、はい、まず2時台前半のゲストが鉄アンドトモ。鉄アンドトモさん、はい、そしてその後2時台後半がサンシャイン池崎。賑やかですね。二組ともお子さんに人気の芸人さんということで、ぜひお子さんいらっしゃる方一緒に聞いていただけたらね、嬉しいです、はい。そして8月26日からのナイツザラジオショーは、ナイツジャパン番組4周年パーティーと題しまして豪華ですよ。月曜日は和田アキ子さん、火曜日が我らが中川家さんと、なにわ男子の藤原丈一郎さん、水曜日は伊集院光さん、木曜日は高田文雄先生という豪華なゲストが連日登場します、はい。再来週のラジオショー盛りだくさんですから、ぜひお聞きください、はい。令和歌の祭典2024、昭和平成令和歌とともに、11月5日火曜日午後5時30分から J コムホール八王子で、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は2時50分です。安心と安全を運ぶ千葉県トラック協会がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。非常に強い台風7号は伊豆諸島の三宅島を暴風域に巻き込みながら北上していて、明日昼前にかけて勢力を維持したまま関東甲信や東北に接近する見込みです。関東甲信では引き続き今夜にかけて、東北では今夜から明日午前中にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。
関東甲信や東北では明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある見込みで、明日正午までの24時間に予想される雨の量は、多いところで関東甲信で250ミリ、東北で200ミリとなっています。でこの台風の接近に伴い、千葉県内では商業施設やレジャー施設の休業が相次いでいます。 JR 千葉駅周辺から日本放送大泉健とアナウンサーです。大泉さん。はい、JR 千葉駅前の大通りにいます。この時間細かい粒の雨になっていますが、人通りは今かなりまばらといった印象です。JR 千葉駅と同じビルの中にある千葉都市モノレール改札前には、台風7号の影響で夜6時頃から運転を見合わせますという張り紙がされていまして、駅員の方に聞きますと、利用客は通常よりもかなり少なく、台風通過後に設備の点検を行う影響で、仮にこの後の天候が落ち着いたとしても運転再開が何時になるかは未定と話していました。また駅構内のコンビニエンスストア、大型商業施設、カフェ、飲食店は臨時休業でシャッターが閉まっており、駅から 2,3 分ほど歩いたところにあるファミリーレストランやハンバーガーショップも臨時休業していました。営業していた駅近くのコンビニエンスストアの店員の方に話を聞きますと、台風に備えて商品の補充は通常よりも前倒しで行い、交通機関がストップする前に朝早い時間から今日中に補充する必要がある商品を業者に運んできてもらったと話しており、対策をしている方もいらっしゃいました。以上、 JR 千葉駅前からお伝えしました。はい、ご苦労様でした。大泉アナウンサーでした。一方、千葉県浦安市にある東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの閉園時間が通常の午後9時からこの後午後3時に前倒しされることになりました。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドによりますと、今日は台風の影響で屋外で実施する一部のショーやアトラクションは開園時から休止しました。明日は通常通り営業する予定だとしています。台風による交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から終日東京駅と名古屋駅の間の上下線で運転を見合わせています。 JR 東日本は東北、上越、山形の各新幹線で午前11時ごろから合わせて20本を運休しています。関東の在来線は総武本線、成田線、内房線、外房線、久留里線、東金線、鹿島線で運転を見合わせています。また JR 京葉線は午後5時以降本数を大幅に減らして運転するということです。一方、東京メトロによりますと、東西線は東陽町駅と西船橋駅の間で運転を見合わせています。空の便です。日本航空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて319便が欠航しているほか、全日空は羽田や成田を発着する国内線と国際線合わせて335便が欠航しています。東京湾フェリーは今日すべての便を欠航します。一方、気象庁によりますと、今日午後1時半過ぎ、岐阜県美濃市で最高気温が40度ちょうどを記録したということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。いつでも注文でき、すぐに届くネット通販。いつも品揃えを絶やさないコンビニ。そこには当たり前の日常を支えるドライバーがいます。ドライバーの労働環境の改善にご協力を。千葉県トラック協会。さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマ、ボンミスの話でございます。この方、富山県の方、古田抜きさんです。車庫の中で車のトランクを開けて荷物を片付けていました。急な電話で出かけることになり、車を車庫から出そうとしたらビキビキビキとすごい音がしました。跳ね上げ式のトランクのドアを閉め忘れるというボンミスで、シャッターとドアが接触、リアワイパーが根元からもげて、ドアとシャッターが壊れました。もろもろの修理費用40万ほどかかり気絶しそうでした。最悪、待ってるから。これって跳ね上げ式とかあんねんな。絶対ちょっとぐらいあんねん、こう失敗がバン。独特の音ね。はい、聞いたことない。この古田抜きさんはビキビキビ
ない。うわ、もう止められへんからね。止められへん。止まろうがもうバックしようが一緒の状況ですから、これはかわいそうにね、こういうボンミス注意したいです本当にね。この方、神奈川県横浜市の、のむひもさん。氷を作り忘れて近所を買いに行ったのに氷だけ買ってこない。よくやるボンミスです。あるやる、俺もようやる。これね、それ以外のもん、それ以外のもん全部買ってくれる。、はい、行くね途中まで氷氷氷。あれ氷は何なんでしょうねあれね。あるわ、よくある。ただ氷氷って言いながら全然違うもんかって帰ってるだけなんですよ。、うん、そうなんですよ。これはもう本当に気をつけて。よくあります、本当に。いけますね。さあ、この方、中介さん、江東区の方。風邪をひいた時に薬をパッケージから取り出してパッケージを捨てるつもりが、薬をゴミ箱に入れていた時は我ながら驚きました。きっと体調が悪いから仕方ないと自分に言い聞かせてましたが、うん、体調いい時でも同じようなことがあったので単純に一本ミスです。ハーゲンダッツパカッと蓋開けて蓋捨てんと持ってる方をドンと捨てたことあるわ。あれたまにあるな。わからん、わかるんですよ。わかるんですか。うん、なんかバランスがもう、左右の左右のおかしなってんねんな。普通にしてるもん中身本当に。はい、この後もメッセージお寄せください。今日のメッセージテーマはボンミスの話です。 ngk@1242.com 中川家の頭文字 ngk@1242.com でお待ちしています。こちらのメールアドレスからお送りいただいてもいいですし、もしくはこの中川家ザラジオショーのホームページあるんでしょう、はい、お一人見たことありますか。ああはい。ここからも簡単に見えたのって言うんだ。メールフォームがありますので、はい、そちらもぜひ覗いてみてくださいね。この後もメッセージお待ちしております。錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力健康力健康力、もっともっと元気が欲しい。だから協力してくれ、神秘の健康力。神秘の神秘の健康力健康力健康力、神秘の健康力で検索。8月10日はハットの日。お買い上げで何かがもらえるハットの日感謝セール実施中。18日日曜日まで。イエローハット。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ザ・ラジオショー3時です。午後3時を回りました。中川家の0時です。剛です。日本放送東島恵里です。中川家ザ・ラジオショー笑いをテーマに、東京有楽町日本放送から3時30分まで生放送。それでは強めろちゃん、3時のお天気お願いします。お願いします。はい、はい、雨がなんか止んでるような気がします今ね。はい、風もさほど吹いておりません。はあ、はい、まだ安心だと思われます。はい、気温の方
が 27.1 度、湿度が 92.7% です。はい、またメール来ております、はい、この方横浜市の柴犬子さん、つゆまるちゃんこんにちは。こんにちは。再来週の8月27日火曜日にナイツのラジオショーに中川家が出演される予定ですが、つゆまるちゃんにもオファーありましたか。つゆまるちゃんはお忙しいと思うのでスケジュールが心配です。私はオファーありません。あ、ありませんでしたか、もうじゃあもう全然ね。そうですね、その日はなんかちなみにあるんですか、ね、再来週の火曜日27日はイベントがあります。忙しい夏イベントで、どういったイベント。夏も終わりだ大集合っていう。何ですかその夏も終わりだ大集合、はい、終わって大集合じゃ何なんだっていうイベントですよね。それ、まあ、それは私が聞きたいんですけどそっか、それの主催じゃないんで、イベント MC をさせていただきますので、皆さんぜひお越しください。一度その MC やってるとこ見てみたいですね。そうですか、どういう風な感じで、なんかどういう司会やられてるんですか。他なんかなんかネットフリックスのなんか新しいなんかドラマ的と、兄弟漫才で息ぴったり中川家さんです。どうぞ。あ、やるんですか。やってますよ。テンション上げ目の、はい、イオンモールでやってるような。やってますよ、いろんなこと。忙しいですもんね。はい、そうですね。もしよかったら移動中27日もね、聞いていただけると。ジョイマンさんです。どうぞ。あれ、まあ、それあんまり やめといてあげた方がいいんですか最初にならならってあんま言わない方が、ね、本ネタネタなんか入ってますんで。あ、でも喜んでくれますけどね。あ、そう、やっぱ喜んでるんですけど、ジョイマンは喜んでないと思います、そういう紹介されて。あ、間違ってます、先言っちゃダメなんだ。そうなんです、あんまりネタの中身のようなことあんま言わない方がいいと思うんで。そっかそっか、そっかそっかって、次もやりますけどね。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、さようなら、帰りますよ。はい、もう早いな。はい、ありがとうございました。さあ、お天気です。お伝えしています通り、関東地方台風7号の接近に伴って千葉県を中心に雨が降っていまして、風も強まってきています、はい、午後2時までの日中の最高気温は東京都心で 28.6 度でした。この後も雨が強弱を繰り返しまして、局地的に非常に激しく降る予報です。線状降水帯が発生する恐れもあります。こうやってまとまった雨が降りますと、まあ、お車運転中の方ももちろん危険ですし、もしやむを得ず地下にいらっしゃる場合は速やかに地上に移動できるようにしておいてくださいね。地下では外の様子が分かりにくくて危険を察知することが遅れてしまいがちになります。今お家でお過ごしの方は、まあ、今のうちにスマートフォンだったりモバイルバッテリーの充電も忘れないように、引き続き備えをするようにしてください。また走行中のトラックが横転するほどの猛烈な風が吹くところもありそうです。引き続き暴風や高波、土砂災害などに厳重な警戒をしてください。中川家ラジオショー、3時30分までの生放送です。相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は0120-400-800-400-800、東京税理士会所属税理士法人48。日本放送から3時30分まで生放送、中川家ザ・ラジオショー。喉乾いた暑いから水分補給しましょう酒くっさ。さあ、この時間はこちらのコーナーです。レイジさん、お願いします。中川不動産。毎週一つの駅にスポットを当てて、その街に関するおすすめスポットや美味しいご飯情報などをリスナーの方に教えてもらうコーナーです、はい、今回ご紹介する駅は外苑前。外苑前です。外苑前駅。外苑前、ね、中心も中心というか、ね、そうですね、ど真ん中、都内のね、有楽町からもいろいろアクセス、ね、 まあ、ありますけど、行けますけど、はい、新橋まで行って銀座線に乗り換えますか ね、はい、ね、20分ぐらいで到着します。外苑前、はい、今週もたくさんいただきました、はい、品川区にお住まいの来世は生垣さん、はい、外苑前はお寺や神社も多く、うんうん、少し裏の通りに入ると別世界のように静かです。確かに、うん、私の実家のお墓も外苑前にあるんですが、うん、お散歩にいいスポットです、はい、駅から徒歩1分のところに、うん、梅草院というお寺があります、
入り口に素敵な竹林があり、急な駅前とのギャップに驚きますよ、うん、と、うん、ちょうど裏ですね、うん、そこね。あ、そうなんですね、はい、ご朱印をいただく際に渡される預かり札が木製の大きくてとてもかっこいいもので、うん、中に鈴が入っててなんだかありがたさが増しますと、はい、無料のお茶が用意された涼しい休憩所もあり、うん、小旅行気分も楽しめるので、はい、ご朱印集めとお散歩が好きな方におすすめですと、うん、実家とは全く関係ないお寺を押してしまってご先祖には申し訳ないですというメールなんですが、ほんまにね、駅出たすぐ裏にほんまこんなとこあんのかっていうような、この外苑前、これここすごいんです、すごい、ね、でその一個道は狭いですけどね、中駐車場広いです意外と、ね、細かい情報、はい、そうなんですよ、そうなんですか、うん、緑が綺麗ですね、なんか京都みたいな雰囲気ですね、雰囲気ね、そうそう、本当にもうここだけですけどね、梅の窓の院と書いて梅草院さんですね、はい、梅草院、はい、ではこの方、世田谷区のただで海外さん、はい、やっぱり外苑前といえば神宮球場です。あ、神宮球場ね、東京六大学野球の結果次第では授業がなくなりました、はい、世間では一般的に早慶戦と言いますが、はい、うん、慶応の学生は慶早戦と言います。はい、早稲田は勝っても負けても高田の馬場で飲むらしいですがなるほどね、慶応は勝つと銀座で飲むと聞きました。慶応の学生が旗を持って港区内を行進しているのを見たことがありますと、まあ、伝統ですもん ね盛り上がるでしょうね、六大学一番人気ありますから ね、なるほどね、おじいの方なんでしょうねきっとね、はい、そして足立区にお住まいのマーチンさん、31歳の方、うん、他たくさんいただいてたんですが、はい、外苑前と聞いて思い浮かべるのはやっぱり神宮球場と秩父宮ラグビー場です、うん、ああラグビー場、そうか、はい、そ、駅を出てラグビー場へ行くまでにラグビーのショップがあったり、はい、その向かいにはスワローズショップがあったり、野球好きラグビー好きにはたまらない通りですよね、うん、そんな神宮外苑も再開発、はい、神宮球場も秩父宮やラグビー場も建て替えることが決まっており、うん、それも今から楽しみです、ね、という方、どういう風にね、あの辺が変わるっていくのかというね、うん、そう、やっぱりこれ人気ですよね、外苑前のこのラグビー場、まあね、ラグビーショップなんか売り切れてましたから ね、あの2010何年でしたっけ、9年の時は、そうか、はい、そうですよね、盛り上がりが、カンタベリー、はい、ユニフォーム、この方の横浜市のさすらいラガーさんはその秩父宮ラグビー場なんですが、はい、かつて人気がなかった時代は、うん、自由席1500円で2試合見られたり、はい、そうですね、秩父宮を使い倒すのでシーズン終盤は芝が剥がれて、はい、春頃です、田んぼみたいになっていましたがという、そうだったんですね、うん、新しくなって照明が明るくなったり、うん、座席がちゃんとしたり、はい、動線がちゃんとされたりするのは楽しみですが、うん、今の秩父宮もいい思い出になると思ってます、何とも言えない雰囲気でね、なんかこう気楽な感じで見れるという ね、 そうですね、まあ、よくご存知でしょう、ね、はいはい、もうお客様がいっぱいいてる時の秩父宮いいですね、これも、ね、すごい、うん、お写真が満杯じゃないですか、はい、そう、これがまた変わるんですよね、再開発で、うん、そうですか、神宮球場も変わるから、そうですね、寂しいですね、うん、寂しいですね、ああ、はい、はい、急にでも寂しいね、こう昔から知ってるっていうのも ね、ファンの方も多いでしょうから、うん、そしてこの方、川崎在住という福之助さん、はい、今は産休中で通院していませんが、うん、外苑前にオフィスがあるので、うん、ランチのためにいろいろ開拓していましたと、おすすめは、うん、麦小屋というお店の、はい、ミートソースと納豆パスタです、はあ、納豆の風味がいいアクセントで最後まで飽きずに食べられます、うん、11時半に会社を出て走って向かっても並んでいるぐらいの繁盛店です、お近くに来た際はぜひという、はい、はい、メニューとおすすめのミートソースと納豆パスタ、おいしそう、熱々やな、これいいね、熱いの、この木の器がいいですよね、木がね、木ですね、食欲が増しますよね、うん、こういう風に、うまそう、これうまそうやな、うまそう、うわ、口の中やけどしたいな、そうですね、やっぱやけどせな意味がないな、ないでしょ、意味がない、意味がないです、もっと理想言えばこう中入っていく食堂あたりが熱くてグーって胸苦しくなるぐらいな、お前醍醐味なんですね、でこれいただいた後はこんなのどうでしょう、うん、うなぎ犬さん、はい、あ、会社が最寄り駅なんですって、はい、おすすめしたいお店は、うん、川島です、うん、駅前にポツンとある全体がセピア色に感じ入りにくい雰囲気が漂っています、うん、
ますが、珍しい喫煙可能店なので、中川家のお二人にも、うん、ぴったりですと。あったんや、そんなとこ。あんねや。はい。で、まず看板に、コーヒーとお汁粉って書いてあって、お汁粉がおすすめなようですという、なかなか、持病があるため、行きたくても行けませんが、という、なぎ犬さんなんですが、おすすめさせていただきましたという、ああ、お汁粉とアントーストの写真です。横の塩昆布。この組み合わせ。濃いお汁粉好きなんよな、ね、最高やね、これ。もう歩き倒した後に食いたいな、これね。しかもタバコ吸えるでしょ、はい、そうや。ねえ。うわ、もう一杯頼みたいな、これ。お汁粉。ねえ。美味しそう、お汁粉。アントーソー見てよ、いや、たっぷり。うまそうやな。しっかりしてるわ。とコーヒー。コーヒーとね。いいですね。なんや、そんな。なんか店の前見たかったな、それ。そうですね、店構えと言います、うん、構え見たかったですね。うんうんうん、今度はもうできればマスターの顔とかも、うん、ぜひ一緒に一緒に付け加えていただきます。探すの大変だ、はい、これ冬ラグビー見に行った後、うん、ここ駆け込んでこれお汁粉食ったもん、あ、いっぱいでしょう、多分小声そうになってね、うんうん、これをいやこれいいわ、ちょうど閉まりましたね、これでね、いい、閉まりました、素晴らしい、デザートまでありがとうございました、うん、はい、ではレイジさんから見た外苑前どんな街でしょうか。はい、外苑前は東京メトロさんお願いです、半蔵門線にも駅を作ってください。おー、なるほど。あの青山一丁目からね、並んでこう並行して走ってるんですよ、はい、あの銀座線と半蔵門線、うん、で青山一丁目、銀座線あるんですよ、青山一丁目、うん、ありますね。で、あの次あの半蔵門線は、半蔵門線はないんです、次外苑前からそのまま表参道まで、あ、一緒に走ってんのか、一緒に駅作りゃええのにっていつも思いながらね、自宅の方から行く時半蔵門線で青山一丁目で乗り換えて、またこれ乗り換え、うるさいぞ乗り換えにくいです、ほいで一駅だけ乗ったら歩いて歩いてちょっと遠いな、帰るよ、あね、出来上がってる半蔵門線使う人はね、で、あの神宮とか行く人はちょっとね、はい、乗り換えなあかんという話でございました。はい、はい、次の駅もお強さんが引いちゃってました。はい、はい、おおというわけで次回の駅は、あ、次は西武新宿、西武新宿です、西武新宿駅、はい、ちょっと離れてるんですよね、はい、うん、あのプリンスホテルが茶色いのがあってね、そうですね、まあ、これはこれでなんかいろいろその昔の事情があってね、うん、本当はあのルミネあたりまでこの西武は来たかったんです、来れず止まったままの、あのだからあの微妙な位置になって、へー、歴史あり、歴史あり、なるほど、はい、あ、それ置いててよかったなすいません、また違うの探します西武新宿駅の情報、はい、ぜひ ngk@1242.com までお寄せください。締め切りは来週金曜日の午前10時まで、懸命に不動産と書いてお送りくださいね、はい、以上中川不動産でした。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか。会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代女性主婦の方からの感想をご紹介します。私は生活費のためにデパートのカードでキャッシングをしました。夫が急に亡くなり、まだ小さかった子供たちを育てるため仕方がありませんでした。それを返し終えたのは5年前です。過払い金のことは完済前から知っていましたが、借り入れが少なかったため自分には関係ないと思っていました。それでもあの日はなぜか間違っていてもいいかという気持ちになり電話をしたんです。そしたら100万円を超える過払い金がありました。このお金は家具や布団の買い替えに使います。
このようにクレジットカードのご利用経験者に過払い金が戻るかもしれません。あなたに過払い金がいくら戻るか、今すぐ無料でご確認ください。間違っていても構いません。過払い金がないことの確認も可能です。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。中川家ザラジオショー。さあ、大原美ちゃん、さっきね、作ってくれたジングルを早速ということで。感覚なんでしょうね。気が合いそうですね。一緒にライブやりたいな。みたいですね。ギターで。僕参戦しますんで。参戦。他にも自分が一流ギタリストみたいな。まあでもピアノに負けますけどね。ギターはね。どうしても。あかん。やっぱり。はい、なるほどね。さあ、テーマメールでございました。テーマ、ボンミスの話。この方、ネクタイ軍曹さんですね。大阪の方です。うちの会社は会社に入るときにゲートで社員証タッチするんですが、間違えて改札機に社員証タッチしてしまったことがあります。もちろん、逆もやってしまったことが何度もあります。最近何でもタッチですもんね。コンビニでもタッチ。そうです。駅の改札でもタッチ。ねえ。今下ネタ言いそうになったんでやめました。はい、やめてください。3つ目。急に。3つ目を。お尻にタッチぐらい。あ、お尻にタッチやった。大丈夫やったか。何を言おうとしてた俺それしか想像つかへんかったけど。そうかそうか。あんま聞かれへんもんな。だって言うたらあかんやつやから。何でもタッチですね、今。すごいね、本当に。社員証なんか俺持ったことないからな。ない、俺も。東島さんもちろんあります。私、日本放送でスイカタッチしたことあります。やっぱみんなやるんですね。ダサいですね、本当に、ね。何に乗るんですか、一体。腕かざして。腕かざして。よくありますよね。地下鉄は俺、診察券のありましたけど、間違えて。診察券。うん。何にも反応せん。井上鹿とか。そっち。ちっちゃい町医者ね。C3 とか言わへんかった？なんで言われんねん。なんでそこで治療が始まってるんですか。言われるわけないでしょ、本当にね。はい、この方、あ、こっち行きましょうかね。これは嫌やな、これ。福井県の小町さん。先日家族で川へバーベキューに行ったのですが、うん、肉を持っていくの忘れました。ありゃありゃ。肉がないとわかり、凍りつく家族一同、野菜はずらり。せっかく前日に張り切って買った肉の塊なのに、これじゃバーベキューにならないということで、これもね、またこれ結局父が最寄りのスーパーまで肉を買いに行きました。うまなかったよな、この肉は。なんでそんなことになっちゃうんかね。この家族のボンミスって、ほんまに。運動会で箸忘れたりね。弁当の。弁当のお箸。あるわな、それもな。ありますね。何あるやろな、あとな。時間読み違いとかね、旅行行って空港まで行くのに。キャンプでテント忘れる人おるんかな。おるんちゃう。いや、おるじゃあ、そんな考えられへん。これかって考えられへん、ね。バーベキューや言ってんのに、最初に肉絶対確認するやん。誰も言わへんやろか、肉入れたんかとかね。全員が全員任せっきり。野菜だけやったらすねるでな、普通な。いや、ほんまに。で、それまた急いで買いに行った肉を、そんな、ほら、こうテンション上がれへんやろ。上がれへん。違うから、もう。もうそれって全くじゃ鳥とか。なんか全してほらんと納得いかんよな、これ。なるほど、こういうの気をつけていただきたいと思います。そうですか。はい、今週もたくさんのメッセージ、ありがとうございました。さあ、この後は、日本チャレンジダースリートをお送りします。はい、日本チャレンジダースリート。この時間は、アース製薬がお送りします。駅前のカフェにいる。
your shadow screaming night. Breathing in the silence, wrestling with the light. Eyes half open, blind, I dance on the edge. Rolled up like the waves on town's crooked ledge. Whispering ghosts tangled in my veins. Dreams heavy like the chains pulling out my stains. Skies turn to pitch, wandering the maze. Lost within a haze, searching for the blaze. Beneath the surface lies a shattered sea. Fragments of who I'd never dare to be. Drowning in the deep, aching to be free. Beneath the surface, finding what's left of me. Hands reaching out, grasping for the void. Heartbeats come and play the life I avoid. Truth flickers dim like some broken star. Running from the world, scars the only scar. Screaming in the wind, echoes fade to dust. Minds bend and break, riding the rust. Colors blur in motion, can't tell what's fake. Alien world comes a shift I can't shake. Beneath the surface lies a shattered sea. Fragments of who I'd never dare to be. Drowning in the deep, aching to be free. に小さい大きいなんてない。この地球上にはたくさんの命がある。一つ一つの命、どれもが同じように尊い命。その大切な一つの命。命に小さい大きいなんてない。命に一つ一つ小さい大きいなんてない。どれもがでもなーって時に、明日ゴキジェットプロ速攻です。あ、財布にお金がない。という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所はん、ローソン。その通り、ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。さあ、中川家ザラジオショーお別れのお時間でございます。今日ゲストはハラミちゃんに来ていただきまして、素晴らしいピアノ演奏していただきましたけども、この方板橋区の涙なんてロシなんてさ、台風が迫る中素晴らしい放送ありがとうございました。悪天候で沈んでいた空気がすっきりしました。ハラミちゃん&中川家さんの即興コラボライブ期待しております。グッズももちろん買いますよ。いいですね。できたらほんまにすごいけどね、この本当に。さあ、山口県笹子レッさん、即興が好きで得意なハラミちゃんと中川家のトリオでキングオブコント出てほしいです。うん、前人未到の即興ネタチャンピオン、かっこいいと思います。よかったですね。うん、本当にあれをも予選会場に持っていかなかったら大変やもんね。また持ち運びがね。誰が運ぶねんってあるからね。それこの間俺が運んだやんけとかね。仲悪くなってね。さあ、この方メグケロさんですね。品川区の方。ハラミちゃんの生演奏レパートリー豊富で楽しく聴かせていただきました。クイーンのメドレーも素晴らしかったです。ファミリーマートの入店音のアレンジは高級店のようなイメージのラジオ CM にも聞こえました。その他中川家の創作出囃子も楽しい雰囲気に仕上がっていたので、こちらもびっくりしました。今度はぜひラジオ CM のご出演もお願いしたいです。あ、いいですね。出囃子良かったですね。良かったです。あれ、あれ、いや全然いいよあれで。あら、確かにね。いやでも天才ってすごいね。本当にその他別に何もできないっていうのがまたね、素晴らしいですよね。ハラミちゃん卵割んの苦手らしいです。あ、可愛い。卵割んの苦手。あんなにピアノガンガン手先、手先違うやろ。全然また違うんやろ。さあ、来週の中川家ザラジオショー、ゲストはお笑いトリオのネルソンズ。明日のサンドイッチマンザラジオショー、ゲストはタレントのフォーリンラブ。
ハッシーさん、はい、そして来週のナイツザラジオショー月曜日のゲストは13時台にお笑い芸人のオラキオ、14時台に元バレーボール選手大林素子さんでございます。はい、お聞きの日本放送、この後はウドウのラジオでお楽しみください。はい、ここまでお届けしたのは中川家のレイジと剛と東島えりでした。我々とまた来週の金曜日にお会いしましょう。さようなら、さようなら。